今日は娘の誕生日だからケーキ買っといた。え？あれ、もしかしてもう買っちゃった？いや、買ってないけど、誰の娘の話してるの？俺たちのに決まってるじゃん。遅くなってごめんな。上司の飲みの誘い断れなくてさ。まだ二人とも起きてるよな。は？お祝いだから今晩はご馳走用意してくれよ。普通に肉じゃがなんだけど。え、ちょいちょいちょい、なんで気合い入れないんだよ。あゆかの3歳の誕生日なのに。プレゼントは買ってくれた？プリンセス変身セット。ごめん、さっきから何なの？私たちに子供いないでしょ。は？何言ってんだよ。かわいいかわいい娘がいるじゃんか。誰と間違ってるの？間違ってないよ。俺の愛する妻だろ。私ユキなんだけど。わかってるよ。今更自己紹介いらないって。だったら余計おかしいでしょ？もしかしてかなり酔ってる？いや、俺はずっとウーロン茶だったからお酒は一滴も飲んでないよ。じゃあ何なの？誤爆ライン？うん、ユキだよね。ちゃんとわかってるってば。あゆかって誰？俺たちの愛する娘じゃん。マジで言ってるの？今タクシーで向かってるから後で話そう。あ、あゆかはまだ寝かせないでね。メロメロなのね。そりゃそうだろう。俺にそっくりな娘なんだから。意味がわからないんだけど。俺もユキが何言ってるのかさっぱりわかんないよ。それに、いつもとキャラ違うし。そう？うん、なんか、陽キャって感じ。いつもはもっと落ち着いて穏やかな感じだよね。そう？誕生日で浮かれてんのかな？で、今からどこに帰るの？ユキとアユカが待ってる家に決まってるでしょ。私のことをからかって遊んでる？なわけないじゃん。あ、もう着くから待ってて。じゃあね。その晩、夫は結局帰ってきませんでした。私はユキ、30歳の主婦です。この3年間、浮気を疑ったことはありません。それほど夫婦関係はうまくいっていました。飲みの場にはいたみたいだし、酔っ払って尻滅裂なことを言っていただけかもしれない。そう無理やり自分を納得させて、熟睡できないまま朝を迎えました。そして翌日、想像すらしなかった衝撃の真実が、夫の口から語られたのです。翌日。昨日、ごめん。覚えてるの？いや、全然。でも LINE の履歴見た。やっぱり酔っ払ってたの？昨日は本当に飲んでないんだ。じゃないと説明がつかない。あの LINE は何なのよ。正直に打ち明けるから落ち着いてほしい。うん。俺は解離性同一性障害だ。何それ？簡単に言うと多重人格。は？俺も最近知ったんだ。そんなこと現実にあるの？少ないけど確実にいるし、多い人では複数の人格がいる場合もある。俺の場合は多分俺含め2人。病院に行ったの？ちゃんと診断された？いや、まだ行ってない。調べてはいるんだけど、近くに詳しい医者がいないんだ。通院だけで1時間以上かかるし、そんな暇もなくて。いきなり言われてもちょっと信じられないよ。だよな、俺もだよ。でもそれにしか当てはまらない。ドラマや映画では見たことあるけど、現実にあるなんて。ずっとおかしいと思ってた。気がついたら知らない場所にいたり、記憶が抜け落ちてたり。私は昨日以外は特におかしいと感じたことはなかったけど。そうなんだよ。なぜか周りの人は気づいてない。ただもう一人の人格は明るくてテンションの高いやつってことは分かってきた。確かに昨日は様子が変だった。別人みたいだったし。どうやらもう一人の俺は別に家庭を持っているらしい。しかも子供がいる。あゆかちゃんね。昨日の LINE でいかに溺愛してるかは伝わった。俺じゃないんだ。そんな子供知らないし、なんとも思ってない。でも今朝起きたらまたその家にいて驚いた。またってことは今回が初めてじゃないの？前にも数回あった。それで徐々に状況を掴んでいった感じなんだよ。今までは夜中に気づいてすぐに帰ってたけど、朝まで寝たのは初めてだ。
そっちの奥さんはあなたが多重人格ってこと知ってるの？どうだろう。俺の意識があるときはあまり会話せずにすぐに家を出ちゃうから。確か昨日あなたはユキとアユカって言ってた。あれはどういう意味？私には子供はいないのに。それが偶然なのか計画的なのかわからないけど、もう一人の妻の名前もユキなんだ。え？漢字も全く同じだ。偶然じゃないよな。もう一人の奴がバレないように工作してるとしか思えないんだよ。ちょっと衝撃的すぎて整理できてない。わかるよ。俺も飲み込むのに相当時間がかかった。仮にこの話が本当だとして、あなたに意識がないとしても、傍から見れば浮気してるってことにはなっちゃうんだけど。そうだよな。もう一人の人格はそれをわかってるから妻を同じ名前にしたりしたんじゃないかな。でも私とはちゃんと婚姻届出してるよね。となるとあちらは重婚になるし出せないと思うんだけど。おそらく内縁関係だと思う。あゆかってこの持ち物にも俺の名字は書かれてなかった。確か木村だったかな。なるほど。俺が謝るべきなのかわからないけど、嫌な思いさせてごめん。確かに謝られてもって感じではある。怒るに怒れないっていうか。人格を統合する治療があるらしいんだ。すぐに病院に行って治療したいと思ってる。そうだね。俺が帰ってこないとか連絡が取れないことがあっても心配しないでくれ。乗っ取られてるだけだから。ごめん、すぐには飲み込めない。だよな。でもユキだけには理解してほしかった。私もいろいろ調べてみる。うん、本当にごめんな。数日後。ごめん、また乗っ取られてた。今から帰る。便利な言い訳だね、乗っ取られるって。え、まさか疑ってるのか。俺はこんなに苦しんでるのに。疑うも何も全部嘘じゃん。なんでそう言い切れるんだ。もう一人のあなたが通っている家にいるのはユキとアユカじゃないから。え、サナエさんとミオちゃんでしょ。なんで。浮気の言い訳で多重人格なんて言い張るの世界中探してもあんただけじゃないの。嘘じゃないんだ。最初に話聞いた時は驚いたよ。本当にあるのかもしれないって一瞬思った。あるんだよ。だったらなんで嘘の名前言ったの。それは私見てみたくなっちゃったのよ、あなたがそんなに溺愛するあゆかちゃんって子。え、私たちには子供ができないでしょ。それをどこかでずっと後ろめたく感じてたの。でもあなたに似てる子がいるなら見てみたいって思った。まさか。探偵に頼んで住所はすぐに分かったよ。毎日のように通ってるもんね。残業じゃなくて浮気だったんだ。違うんだ、あれはもう一人の俺が。もういいから。全部聞いたの、サナエさんに。嘘だろ。サナエさんもあなたは多重人格で、もう一つの人格が別の家庭を持ってると聞かされてたって言ってた。サナエと会うなんて。誕生日ケーキの LINE、本当は誤爆だったんでしょ。うん。変に否定するとおかしくなっちゃうからごまかすことにしたのね。後に引けないと思った。あの時はさすがに混乱したよ。ごめん。娘さんが3歳ってことは3年以上前から関係があるってこと？そうなるかな。あっちの方が出会ったのは早くて子供もできたのに、どうしてサナエさんと籍を入れず私と結婚したの？それだけがわからなかった。サナエとは結婚できないんだ。どういうこと？あいつは既婚者なんだよ。え？5年前に夫の暴力から逃げてきて、今はこの町で暮らしてる。そうだったんだ。あいつのパート先の弁当屋で知り合って、それからなんとなく。離婚が成立してないのにミオが生まれてしまったから、戸籍上その暴力夫の子になる。離婚には応じてもらえないから母子手当ももらえない。ここで今放り出すわけにはいかないんだよ。演説終わり？え？サナエさんに結婚した形跡はない。暴力夫なんてのも存在してないの。あんたの言ってることは探偵の報告と違いすぎる。そこまで調べたのかよ。あんたら二人で私に嘘ついて丸め込もうとするなんてずるすぎない？何が嘘なんだよ。
正直に話してるだろ。社内さんもあんたを多重人格だと思ってたって話だけど、あれ嘘でしょ。これ二人で仕組んだことだよね。違う。そう言って早苗さん自身も被害者だと主張することで慰謝料請求から逃れようとしたのよね。憶測で言うなよ。秘密っていうものはとっても重たいの。たまにその荷物を下ろしたくなる瞬間が必ずあるんだって。探偵さんはそういうわずかな形跡を拾ってくれるのよ。俺は誰にも言ってない。女の口の軽さ見くびらない方がいいわよ。3万くらい握らせちゃえばペラペラ喋る人種がいるってこともね。早苗が誰かに言ったってことか。お友達が吐いてくれたそうよ。マジかよ。あなたの支援があると母子手当が打ち切られるから、早苗さんを既婚設定にして私が通報しないようにしたのね。頼む、子供のためなんだ。不正は許せないから通報する。やめてくれよ。あなたたちは私にバレることを警戒したのよね。この間みたいに誤爆しちゃうこともあるかもしれない。そういう時のために多重人格設定を普段から練っていた。そうでしょ。これ以上言い繕っても無駄だな。そうね。さっさと白旗あげてもらえる？参りました。話がややこしすぎて頭が混乱してきた。真実は何なの？早苗とは4年前に別れてたんだ。私と結婚する1年前ね。ユキと付き合った頃は俺は本当に独り身だった。信じてくれ。で？ユキと結婚した後に早苗から連絡があった。あなたの娘を産んだって。そう。俺から金を取ろうと思って出任せを言ってると思った。一生たかられるのは嫌だから DNA 鑑定までしたんだ。本当にあなたの子だったってことね。そう思ったら不正っていうのかな。娘が急に愛おしく思えちゃってさ。何度か通ううちに早苗ともよりが戻ったっていうか。これで理由が分かった。私が不妊検査の話をしても二人で生きていくのも悪くないよなとか言ってはぐらかしてたのは娘がすでにいるからだったんだね。本当にそう思ったんだよ。早苗さんに至ってはあなたの支援を受けながらも母子手当を不正受給してる。お金も子供も手に入って羨ましいわ。あいつらは情だけなんだ。本当に愛してるのはユキだから。ああ、もうそういうのいらないんで。じゃあ次はお金の話ね。え？当然でしょ。3年も本妻である私を裏切ったの。ちょっとやそっとの金額で終わらせるつもりはないから。待ってくれよ。子供ができない罪悪感なんて持つ必要もないのに私は一人で苦しんでた。あなたに赤ちゃんを抱かせてあげられないことを毎日心の中で謝ってた。そういう気持ち返してよ。すまない。二人で合計1000万よろしく。はあ、なんだよその金額。だいぶ値引きしたつもりだけど。ストーバー超えてるだろ。さあ、それは裁判やってみないとわからないよね。早苗には子供がいるんだぞ。ユキにはわからないだろうが、子育てには金がいるんだ。今の何？あ、ですね。わかりませんね。産んだことも育てたこともありませんから。でも一般常識として子育てに金がかかることくらい知ってますけど。何か？そんなもの分かりきった上で請求してるんですが問題あります？やばい、スイッチ押してしまった。友達が出産するたびに作り笑顔でお祝い届けてた私の気持ちなんてあんたに分かるわけないか。ごめんって何度も謝ってるだろ。そのごめんなさいを形にしたものが慰謝料なの。頼むよ、少し減額してくれ。分かった。助かるよ。999万で。ふざけてないでさ。1万も値引きしたのにもっと喜んだら？これミオちゃんだっけ？その子へのお年玉ね。頼むよ。ほら今がピンチだよ。もう一人の人格呼び出して助けてもらったら？そんな無理言うなって。このことは親、親戚、友人、会社すべてに報告させていただくので。なんでそんなことするの？いくら怒っても収まらないから。みんなにも怒ってもらうの。それだけはやめてほしい。別にいいじゃない。私や周りを失っても愛する早苗さんとミオちゃんが残るんだから。あの時はああ言ったけど
さなえとはあまりうまくいってないんだ。子育てでイライラしてるのか当たりが強くてさ、ユキといる時の方が落ち着けるんだよ。じゃあ慰謝料ってなったらもっとイライラされちゃうね。飯うまだわ。よりを戻そうとは言わない。慰謝料だけ考え直してくれ。一生かけてでも払って。あんたらはそれだけのことをしたの。それと子供に罪はないから必ず幸せにしてやりなさい。そのためには金が。子供を幸せにできないことの言い訳をお金のせいにしないで。それはそうなんだけど。今から弁護士と会うの。じゃあね。お願いします。俺の話を聞いてください。弁護士が聞きます。後日談。その後順次との離婚が成立しました。慰謝料1000万はさすがに厳しいでしょうが、取れるだけ取りますと弁護士さんに言っていただけましたので、首を長くして残高が増えるのを待とうと思います。順次と早苗は変わらず同じアパートに住み、みおちゃんを育てているそうです。仕事は首にこそならなかったものの、多重人格を演じて浮気したクズ野郎として有名になり、居づらくなって工場への移動を願い出たとか。義両親もこんなアホを産んだ覚えはないと絶縁。共通の友達から噂が広まり、友達も離れていきました。でもいいですよね。かけがえのない家族が残ったんですから。慰謝料のために早苗もパートを増やしてカツカツの生活を送っているようです。それでも、部屋の中から子供の笑い声が聞こえてくるなら、そこは地獄ではなく天国なのでしょう。ミオちゃん、あなたに恨みはないけど、パパとママにはお仕置きしなきゃいけないの。頑張って強く生きるのよ。出産したら半年は実家にいることにしたから。え、そんなに？何？文句でもあるの？普通里帰りって1ヶ月くらいだって聞いてたから。人と比べないで。それにあんたがいたところで何ができるっていうのよ。おむつ替えでも家事でもやれることは何でもやるよ。そのために育休も取ったし。何勝手なことしてんの？休んでる暇があったら1円でも稼いできなさいよ。喜んでくれると思ったんだけど、余計なことだったね。ただでさえ育児が大変なのに、図体のでかいのが1日家にいたらどんだけ気が滅入ると思ってるわけ？そこまで言わなくても。てかいつにも増して随分と機嫌悪いね。こっちは出産を控えて不安なの。メンタルもボロボロなのよ。分かってるよ。妊娠してからずっとそうだったから。頭にくる言い方。俺は機嫌の悪い嫁に振り回されてました後でも言いたいわけ？そんなんじゃないよ。深い意味はないけど、嫌な思いさせたらごめん。ママにあんたのこと話したら、ろくでなしを選んだ自分が悪いんでしょって逆に怒られたのよ。俺のせいなのか？それなりに稼いで金も入れてるし、家のこともやってる。どこが気に食わないか教えてくれよ。直すから。全部なんだけど。顔、爪、髪の長さまで全て。顔以外は努力する。そういうわけだから、産後の大変な時にあんたにイライラさせられたくないの。実家でゆっくりさせてもらう。せめて3ヶ月とかにならないかな。赤ちゃんが俺をパパって認識しないのは悲しいっていうか。ずうずうしい。どれだけ欲深いのよ。産んでもらうだけでありがたいと思いなさいよ。当然感謝してるよ。だったら産院に見に行くのはいいよね。ご実家には迷惑かけないから。普通に無理。ちょっと待ってくれ。それはあんまりじゃないか。我が子に会えないなんて俺は一体何なんだよ。子供のおむつやミルクを買う人。それを父親って言えるのか？じゃああなたは10ヶ月間吐き気や腰痛に耐えたんですか？あと数日後に人生最大の痛みを経験するんですか？それはできないけど。だったら偉そうに要求とかしないでもらえますか？どうしちゃったんだよ。妊娠してから本当におかしいぞ。まるで別人だ。はい。前はそんなんじゃなかったよな。はい。会話してくれ。ちゃんと話したいんだ。息するだけで辛い妊婦に長時間の LINE 付き合わせておいて平気な人っているんですね。すっごい。ごめん、ゆっくりしてくれ。そうさせてもらいます。
元気な子供が生まれてくれればいい。最初はそんなささやかな願いだったのに、出産が近づくにつれ、早く抱っこしたいとか、自分に似てたら嬉しいなとか、そんな欲求が増えていきました。でもしばらくは会うことすら叶わなくなりそうです。俺は純一、32歳、妻のゆりとは結婚3年目で、10ヶ月前にやっと子を授かり、幸せ絶頂でした。しかし妊娠中の妻はずっとイライラしており、まるで別人のように変わり果てていきました。言葉遣い、目つき、その全てが俺の愛した人ではないのです。でも子供が生まれればきっと変わってくれる、そう期待していましたが、そんな願いも虚しく、出産を終えた妻からひどい仕打ちを受けることになるのでした。翌日、昨日の夜生まれた。本当か、よく頑張ったな。子供は元気なのか。特に異常はなさそうだけど、しかし痛かったわ、死ぬかと思った。お疲れ様、感謝してもしきれないよ。私すごいよね、頑張ったよね。うん、女性ってすごいよ、尊敬する。あ、そう、じゃああとは養育費だけよろしく。俺が養うのは当然だよ、心配しないで。そういう意味じゃなくて、お金だけ送れってこと。は？あんたの子は私が立派に育ててやるから、どっか消えて。何言ってるんだよ。日本語わかりませんか？ふざけないでくれ、この日を俺がどれだけ楽しみにしてたか分かってるよな。もちろん。でも会えないね、かわいそう。なんでこんなことするんだよ、俺が何したって言うんだ。別に、ただ不要になっただけ。頼む、一目でいいから会わせてほしい。面会料100万、抱っこ200万。ふざけるな。本気よ。俺の子でもあるんだぞ、会う権利はあるはずだ。警察には相談済みよ。あんたがこっちまで来たら通報することになってるから。は？俺が何した？暴力とか暴言とか。嘘だ、一度たりともしたことないぞ。あれ、私の記憶と違うね。でも警察は信じてくれたよ。やってもないことで俺は警察にマークされてるのか。やったのよ、覚えてないだけ。なんかおかしい、ここまでやるなんて常軌を逸してる。考えすぎよ。嫌いになったならそう言えばいいだろう。嫌いよ、言うまでもないと思って言わなかっただけ。これ以上何を言っても無駄なんだな。そうね。分かったよ、離婚する。よかった。俺の子である以上責任は果たす。養育費はいくら払えばいい？月に10万くらいかな。少し高すぎないか？うちの子は特別可愛いの、相場より高くて当然でしょ。だったらこちらからも面会権を主張する。はあ、絶対に嫌。なんでだよ、金だけ払って合わせないなんて、そんな話あるか？全然あるね。冗談じゃない、俺だっていつまでも言いなりにはならないからな。合わせてくれるまで養育費は払わない。あっそ、じゃあこの子が大きくなった時に、あなたのパパは養育費も払わずに逃げたの、あなたはパパから愛されなかった子なのよって伝えるわ。正気か？子供に嘘はつけないでしょ。どんだけ人間が腐ってるんだ。それは褒め言葉、ありがたく受け取っておくわ。このままじゃ終わらせないからな。あ、沐浴の時間なの、じゃあね。翌日、この詐欺師。お母さん、どうされましたか？産院に赤ちゃん見に行ったら驚いて腰抜かすと思ったわよ。何があったんですか？あんたの遺伝子のせいで赤ちゃんが障害者だったわ。え？うちの血筋には何の問題もないから、絶対にあんたが原因よ、どうしてくれんの。そんなことを言われましても。あんたの母方の祖父に外国の血が混じってるそうじゃない、だからこんなことになるのよ。だから違うんですって。娘はもうそちらには返さないから、今すぐに離婚しなさい。はい、そのつもりですし、そもそもが俺の子供じゃないんですが。え？うちの両親も祖父母も純粋な日本人です。でも生まれた子が明らかに外国人との子なんですよね。
そうよ。ユリはあんたの実家の血筋に外国人がいるとか覚醒遺伝がどうとか言ってたけど。違います。ユリが他の男と浮気して作った子なんです。まあなんてこと。でもよかったです。もし仮に俺の子だとしても、あなたみたいな義母と一生付き合っていくのなんてうんざりですから。なんでよ。障害があるからってクレームを入れるような人間ですよ。命を何だと思ってるんですか。何よ、誰だって普通の子がいいに決まってるでしょ。そうでしょうか。そりゃ無責任なことは言えませんが、俺は覚悟していましたよ。どんな子でも愛するって。ちょっと待って、あんたらが離婚するとなると、ユリと子供は誰が養うの。さあ、誰もいないので実家に帰省するしかないんじゃないですか。そんな無責任な話ある。あなたがさっき娘は返さないとか離婚しろとか言ったんですよ。本当の父親に養わせればいいんだわ。どこにいるのかしら。それはユリに聞いてください。二人揃って何なの。この3人母子同室で寝不足なんだけど。一体どういうことなの。純一さんの子じゃないって言われたんだけど。ママ何言ってんの。てかなんで勝手にこいつと連絡取ってるわけ。生まれた子に障害があるから文句言ってやろうと思ったの。は？この子は元気だし健康よ。でも明らかに私の知り合いのお子さんと同じ顔つきをしてるわ。何言ってんの。顔だけでわかるわけないじゃん。特徴があるのよ、間違いないわ。え、もうボケた。勘弁してよ。育てるのは大変よ。さっさとこの男に返しなさい。ママは黙ってて。親子漫才終わったかな。気にしないで、ママが暴走しただけだから。親子喧嘩は後でやってくれ。俺は君がやたらと離婚したがる理由が分かったから素直に応じるよ。私はただ嫌いな男と別れたいだけよ。マイケルがうちに来たよ。誰それ知らない。子供の父親だろ。さあ何のことだかさっぱり。マイケルと話して謎が解けた。君は彼と浮気していて子供ができてしまった。誰の子かわからないので血液で DNA 鑑定をしたんだろ。違う。浮気とバレれば慰謝料を取られるから、夫婦仲が崩壊したように見せかけるために俺に冷たい態度を取り続けた。妄想が止まらないわね。思いのほか俺が折れないから、今回のように里帰りから帰らないとか警察に虚偽の相談をするという強行手段に出たわけだ。違うって言ってるでしょ。そりゃ俺に会わせたくないわけだ。だって明らかに外国の血が入った赤ちゃんなんだもんな。私に似ただけよ。よくハーフですかって言われるの。どこがだよ。座敷わらしの間違いだろ。なんてこと言うのよ。俺から養育費をたんまり取ってマイケルと3人で暮らす、これが計画だろ。証明できるの。マイケルとの会話の録音がある。そんなもの意味ないわ。そうかな。 DNA 鑑定のコピーもくれたし、彼の証言があれば俺に養育費を払う義務はなくなる。待ってよ、親としての責任を果たさないってこと。ああ、親じゃないからね。十日、この子に会いたくて仕方なかったんでしょ。俺の子だと信じてたからな。でも違った。この10ヶ月の思いは無駄になったけど悪くなかったよ。我が子を思ってあれこれ考えるのは楽しかったから。だったら毎月いくらかは。ズーズーシーにも程があるな。でもマイケルはなぜあんたのところに行ったわけ。わざわざ自分で浮気をバラしに行くとは思えないんだけど。アメリカに帰るから赤ちゃんをよろしくって言いに来たんだ。は？お前はお母さんにすらマイケルの存在を知られたくなくて実家の方には来るなと言ったんだろ。お前に会えないから俺のところに来たんだよ。だってあんなゴリゴリのアメリカ人が来たらママが驚くと思って。そういえばお母さんいます。ショックで言葉が出ないの。二人で続けて。だってよ、親不幸な娘だな。ママのことはほっといて。まさかマイケルと一緒に暮らせると思ってる。当然でしょ。あいつアメリカに帰ったよ。ただの一時帰国よ。アメリカにワイフがいるって言ってたけど。はい、
すごく謝ってた。日本人女性に興味があってこういうことになったけど、自分は間違ってたとか、神様に謝りたいとかいろいろ言い訳してたよ。嘘。マイケルのアメリカの住所とか把握してるの？知ってるわけないでしょ。結婚して日本に永住するって言ってたんだから。電話してみる。日本で契約したスマホだからもう繋がらないよ。解約するからユリとはもう連絡取れないって言ってた。あのクソ男、捨てられたんだね。かわいそうに。そう思うなら父親になって。哀れだなと笑ってるだけなんだけど伝わらない？冷たい人ね。散々俺にきつく当たっておいてよくそんなことが言えるな。産後で仕事もできないのにどうやって生活しろっていうの？知らないし興味もない。こうなったら離婚はしない。そうすればあんたに婚姻費用を請求できる。いいけど、こっちからは浮気の慰謝料を請求するから、お金が行き来するだけだぞ。私に払えると思う？最近は働くお母さんのための環境が整っているそうだ。保育園もあれば託児所付きの会社もある。まあ頑張れよ。マイケルとのことは間違ってたわ。本当はあなたが好き。ごじってるぞ。普段言わないから変換しても出てこないか。上げ足取らないで。真面目に言ってるの？俺は一気に冷めた。ベビーベッドもチャイルドシートもベビーカーも妹にあげるよ。先月妊娠が分かって来年出産らしいんだ。ちょうどよかった。なんで？私のために買ってくれたんでしょ？ちょうだいよ。俺の子供のために買ったんだ。勘違いするな。お願い見捨てないで。手のひら返しってこんな感じなんだな。貴重な経験ができたよ。今後はこんなクズと付き合うことがないよう祈る。ねえ純一さん、私からも頼むわ。障害のある孫の世話なんてしたくないの。あ、お母さんまだいたんですね。どうかユリを助けてやってください。私の年金だけじゃろくな暮らしをさせてやれないのよ。どうか資金援助だけでもしてあげて。親子揃ってなんていうか、呆れたものが言えないな。お前ら赤ちゃんからやり直せ。はぁ？人のことなんだと思ってんだ。俺はお前らの奴隷でも ATM でもないんだよ。障害のある子を育てなきゃならないのよ。だったらなんだよ。お前の娘が選んだ男との間にできた孫なんだから、可愛がってやれ。このバカ娘、なんでアメリカ人なんかに手出したのよ。はぁ？ギャンブルと酒に溺れた父親に浮気されて捨てられた女に言われたくないんだけど。うるさい。一人じゃ生きていけないくせに生意気なこと言うな。うるせえな。ババアは黙って孫の面倒見てりゃいいんだよ。出て行け。お前なんか娘じゃない。退院しても帰ってくるな。分かったよ。誰が戻るか、バカ。物騒な雰囲気になってきたんで失礼します。ま、待って、行く場所なくなったから帰らせて。あ、無理です。じゃ、お願い、私とこの子を養ってよ。後日談。義母は本当にユリと孫を拒絶し家に入れなかったそうです。なんて親なんでしょうね。ユリは知り合いを頼って借金しまくって、やっと小さなアパートを借り、生後3ヶ月で保育園に預けて、交通整理などのアルバイトをしていると聞きました。子供の障害については義母の勘違いと思い込みだったらしく、すくすくと育っているようです。俺も人間です。優しさもあります。ユリの生活が落ち着く頃を見計らって慰謝料請求の書類を送りました。すぐに弁護士に電話がかかってきて、今は金を貯めてアメリカに行く準備をしてるから待ってほしいと言われたそうです。何のために行くんでしょう。マイケルがどの州に住んでいるかもわからないのに。俺は最近生まれた姪っ子にメロメロで、おもちゃや服ばかり買って妹に怒られています。リキ、もうお前がこの世にいないなんて信じらんねえよ。こうやって LINE したら返事くれるかな。久しぶりに連絡来たかと思えば何の冗談だよ。は？どういうことなんだ？なぜ驚く？お前誰だ？なりすましか？俺だよ、リキだって。冗談だろ。だってリキはもう半年前に亡くなったはずだぞ。おいおい、いくらなんでもおふざけが過ぎるぞ。
俺はちゃんと生きてるから。本当なのか？今はちょうど両親の墓参りを終えて帰る途中だよ。ごめん、いろいろ混乱して状況が飲み込めない。信じられないなら今電話かけてもいいぞ。ってことはマジで生きてるんだな。当たり前じゃん。ってかどうなってんの？半年前突然お前の訃報を聞いて超悲しかったんだけど。俺も今自分がいつの間にかこの世にいないことにされて超びっくりなんだが。マジでよかった、生きててくれて。でも一体誰なんだ、俺のことをこの世にいないことにしたやつは。お前の弟のまさきくんだよ。正直あいつならやりかねない。前科があるから俺も同感。俺に濡れ衣着せて退職に追い込んだしな。嘘の傷害騒動のことか。あれをきっかけに縁を切ったが、我が弟ながら恥ずかしい。まったくだ。でもお前が弁護士でよかったよ。おかげで身の潔白を証明できたし。弁護士として当然だ。頼もしいな。お前が親友でいてくれて心から嬉しいよ。何度か改めてそう言われると照れるな。にしてもあいつこんなことまでするなんて、どういうつもりなんだ。組織は生前の兄貴の希望で家族葬で済ませたとかまで言ってたんだぜ。さすがにやべえよな。それだけじゃすぐバレると思うが。俺とダチでお前の家に向かった時、家と骨壺まで置かれてたんだよ。そこまでして偽装してやがったのか。そうなんだよ。だから俺たちもまさきくんの言うことを信じざるを得なかった。俺に連絡したりとかはしなかったのか。お前はもういないって思ってたし、連絡したって辛いだけだったからな。そうだったんだ。俺もその時は繁忙期で全然お前に連絡できなかったからな。でも高校の同窓会が開かれることを聞いたんだ。そしたらお前のことが懐かしくなって、奇跡的に返信があるんじゃないかと思って LINE した。それで俺が返信したからびっくりしたんだな。そういうことだ。弟がごめん。お前が謝ることじゃないだろ。そうなんだけどさ。てかどうしてあいつがこんなことしたのか何か心当たりはないか。さすがにわからないな。まさきくんとはあまり会ってないし。ああそうだよな。変なこと聞いてごめん。でも彼女ができたって地元では軽く噂になってるぞ。あいつに？それが理由かはわからんがな。初耳なんだが。お前は縁切ったんだから知らないのも無理ないよ。あんな性悪に彼女ね。レンタル彼女マジモンだと思い込んでるだけじゃねえの。まあそう言いたくなる気持ちもわかる。でもマジモンらしいぞ。ならまさきのやつ相当猫かぶってるな。結婚するってなったら彼女さん大丈夫かな。いざとなったら俺が何とかするさ。なんせ弁護士だからな。ありがとう。けど彼女さん騙されてるとかじゃないといいけど。あまり深入りしない方がいい。そもそも彼女が誰なのかわからないし。また弟から嫌がらせされるぞ。でもことがことだからな。彼女さんには罪ないし。お前は昔からそういうとこ本当お人よしだよな。まああくまでもしもって時だけ。普段は絶対関わらないよ。それがいいよ。もうお前らは縁切ったんだし。でも今回の件は普通にムカつくから徹底的に問い詰める。まさきのやつこんなことして何が楽しいんだ。天国の父さん母さんに顔向けできないよ。俺は荒木力、28歳。両親は俺が大学4年の時に事故で帰らぬ人となり、血縁上の弟まさきとは3年前とある理由で縁を切りました。それから月日が経ち、両親の墓参りを終えた直後に親友の山川拓実から俺がこの世を去ったという内容の連絡が来たのです。俺はどういうことかと聞くと、どうやらまさきが犯人とのこと。ご丁寧に偽の家と骨壺を作って拓実たちを出迎えたらしいです。さすがにここまでされて黙っているわけにはいきません。そこで俺は早速まさきに問い詰めようと LINE を送ることにしました。1時間後。おいまさき、よくもやってくれたな。なんだよ兄貴、俺に縁切られたのに電話なんてよこしやがって。それはお前だろ。なんで俺をいないことにしたんだ。もう縁切ってるんだしいいじゃんか。
そういう問題じゃない。誰から聞いたんだよ。匠からだよ。勝手に俺の家作って、さらには骨壺まで。怪しまれないためだよ。せっかくお前がいないことにしたのに、家も何もないんじゃおかしいだろ。ふざけるな。家族に濡れ衣着せて、しかもこの世にいないことにするなんて。あの時のことか。お前の職場に、俺は兄貴にいつも殴られてるって冗談で噂広めたら怒られたんだろ。そうだよ。何度も否定したのに、上司は信じてくれないし、毎日ひそひそされて、挙句の果てには半ば強制的に自主退職させられたんだ。それ聞いてマジ爆笑もんだったわ。俺が嘘泣きしたら上司のやつあっさり信じたんだし。幸い弁護士の匠が助けてくれたから疑いは晴れたけど、元の職場には弟のしつけもできないのか。そんな無能を会社には置けないって言われて復職できなかった。クソ生えるわ。何から何までマジざまあ。もうあんな会社に復職したくもなかったから、今は匠に紹介してもらった会社で働いてるよ。しぶとさだけはピカイチだよな、兄貴って。全く悪びれた様子がなくてある意味ほっとしたよ。で、なんで今回こんなアホなことしたんだ。家の中を掃除してたら、へそくりだかなんだか知らんが、500万の金が見つかったんだよ。それを独り占めしたくてさ。そんなくだらない理由かよ。あとは口うるさいところもうざかったんだよ。どういうことだ。いつもいつも俺にあれするなこれするなって偉そうに命令しやがって、ムカついてたんだよ。それはお前が人に嫌がらせをしていたからだろ。注意するのは当然じゃないか。ああ、うっちゃうざ。そんなことくらいでごちゃごちゃ言われる俺の身にもなれよ。もうお前の性格は直しようがないな。ああ、それと彼女との仲を深めるためっていうのもあるかな。彼女がいる噂マジみたいだな。2年前から付き合い出したんだよ。もうすぐ結婚するんだ。変に騙して付き合ったりしてないよな。おめでとうくらい言えよ。兄貴は彼女いなそうだな、かわいそうに。祝う義理もないからな。でもナイスタイミング。連絡してきたんならさ、祝い金よこせ。は？なんでそうなるんだよ。せっかくの弟の門出なんだし、ご祝儀くらい渡すのが筋ってもんだぜ。もう縁切ったんだから断る。結婚なりなんなり勝手にしろ。どうせなら100万は包んでほしいな。お前に払う金なんて1円もねえよ。俺が羨ましいんだろ。まあそう思うのも無理ないよ。彼女の家は大地主だし、結婚すれば俺は逆玉だからな。いや、兄貴より幸せになってごめんねごめんね。それは知らなかったけど。彼女には兄貴にひどいことされて絶縁したけど、半年前にくたばったって説明してあるから。やっぱ嘘ついてるんだな。どこまで下道なんだ。そのことを話したら、家族がいない中大変だったねって涙流してくれたよ。最悪だ。いや、兄貴のおかげで彼女との仲が深まりました。どこまで人をコケにすれば気が済むんだ。そういうわけだから、明日は金持って駅前に来い。嫌だね。むしろ俺が名誉毀損でお前からお金もらいたいくらいだよ。もし地元に帰ってきたり生きてることを他の奴らにバラしてみろ。ただじゃおかねえからな。今度は何する気だ。どうしよっかな。一応俺の知り合いに裏の人間がいるから、そいつに何とかしてもらうか。本当に俺を消すつもりじゃないだろうな。どうだかね。なら俺も容赦しない。こうなったらお前にとことん地獄を味わってもらう。はあ、お前に何ができんの。とにかく首洗って待ってろよ。2週間後。おい兄貴、なんで俺が訴えられなくちゃなんねんだよ。お、ついに訴状が届いたようだな。お前まさか俺を犯罪者にするつもりか。民事訴訟だから安心しろ。やっぱりお前に対して慰謝料請求をした方がいいと思ってな。濡れ衣着せたことならもう済んだことだろ。違う、今回俺をこの世にいない設定にした件だ。別に大したことしてないだろ。大げさなんだよ。勝手に自分の家と骨壺を置かれて
大げさなんてことがあるか。兄貴なんだから弟の過ちくらい許せよ。もうお前のことは身内なんて思ってない。匠も俺に精一杯協力してくれるそうだ。卑怯だぞ友達を使うなんて。匠も俺がいないことにされてカンカンに怒ってるからな。裏の人間とつながりのある俺にこんなことしていいのか。嘘つくんじゃねえよ。本当だし、更新所に頼んでお前のこと調べさせてもらったけど、そんな事実は一切出てこなかったぞ。そこまで調べてたのかよ。陰湿だな。自分の身を守るためだよ。残念だったな。やめてくれよ。俺なんでかこのことが彼女にバレて婚約破棄されそうなのに。ああそのことだけど、実は俺お前の婚約者に会って真実を話したんだ。はあ、どういうことだよ。その人は匠の親戚なんだよ。この前匠と遊んでいる時にお前の家に向かう途中の彼女に会ったんだ。冗談だろ。彼女さんは匠に結婚報告をしてな、その時お前の写真を見せたんだ。それで俺が兄であることを話したらめちゃめちゃ驚いてたよ。バラすんじゃねえよ。俺がお前を殴ったっていう嘘を彼女さんに吹き込んだんだろ。だから最初は警戒されてたんだ。でもお前とのやりとりを見せたらやっと信じてくれたよ。普通話合わせるだろ、名誉毀損だ。俺は身の潔白を証明しただけだよ。そのせいで彼女からも義両親からもこっぴどく叱られちまったんだ。ざまみろ。人のことはバカにしやがって。お前が過去にした行為に比べれば俺のなんて十分優しいよ。あんまりだわ。だからおとなしく自分の罪を償えよ。お願いだ、彼女にもう一度俺と結婚するようにどうにか説得してくれ。はあ、お前にそんなことする義理がどこにある。彼女の家は大地主のお金持ちなんだよ。せっかく逆玉の腰に乗れるはずなのに、お前のせいで台無しになりそうなんだぞ。全部嘘をついたお前のせいだろ。今までのことは謝るから。嫌だね。自分の家族に濡れ衣着せてこの世にいないことにするやつは結婚しても奥さんや子供に同じことするに決まってる。そんなことしねえよ。信じられるか。お前は昔から家族だけじゃなくて学校の子たちにも嫌がらせしてただろ。過去のことを持ち出すな。兄貴一生のお願いだ、助けてくれ。知るか。せいぜい地獄を味わえよ。クソ兄貴。後日談。その後まさきは婚約破棄されました。泣いてすがりついたそうですが、婚約者さんから実の家族を大事にできない人とは結婚したくないと突き放されてしまったそう。それから俺のところにも逆恨みと慰謝料の取り消しを求める電話が来ましたが、無視してブロック。しかしどこからか俺の居場所を特定したのか、自宅に来て俺を殴ったため問答無用で警察に通報しました。結果まさきは逮捕、当分刑務所から出てこられないでしょう。そして俺を退職に追い込んだあの会社は倒産してしまったらしいです。理由は多くの社員による横領と社員間での陰湿な嫌がらせが明るみになり、たちまち業績が落ちてしまったからとのこと。ざまあ見ろって感じです。一方俺はというと、来月の高校の同窓会に呼ばれることになりました。俺が生きていることを聞いた同級生たちは、生きててくれてよかった、たくさん話そうと泣きながら電話をくれたのですごく嬉しかったです。軽自動車で迎えに来るとか恥かかせんなよ。夫を迎えに行った妻を大勢の前で怒鳴る方が恥よ。ザ・亭主関白って感じでかっけえだろ。どこが？空気凍りついてたし。みんな俺様の男らしさに惚れ惚れしてたな。呆れた。結局車にも乗ってくれなかったしね。あんな貧乏くせえ車に乗れるか。じゃあ迎えに来させないで。亭主を迎えに来るのは妻の役目だ。無駄足じゃない。忙しい中なんとか言ったのに。専業主婦が笑わせんな。昼ドラをだらみするのに忙しいってか。主婦の仕事を甘く見ないで。毎日やること山積みよ。うっざ。ね、夕飯できてんだろうな。昼に作っておいたからすぐ温める。
はあ？作り置きかよ。先に作っただけよ。昼に時間があったから。俺は出来たてが食いたいんだよ。ああ、マジ外れ嫁だわ。今日は夕方に打ち合わせがあったの。家でパソコン遊びしてるやつが偉そうなこと抜かすな。在宅ワークは遊びじゃない。ああ、はいはい、忙しいでちゅね。なんで信じてくれないのよ。もう何回も説明してるでしょ。お前の仕事なんざどうせガキの小遣い程度の給料だろ。俺様が養ってやってんだ。俺のおかげで生活できてんだよ。これも何度も言ってるけど、あなたの稼ぎだけじゃ生活できないのよ。だから私も働いてるんじゃない。あ、嘘言ってんのよ。つうか、俺を見下してんな。なんでそうなるのよ。そんなことしてないでしょ。ふざけやがって。俺はお前の亭主様だぞ。もっと敬え。最近急に関白気取りし始めたよね。前はこんなこと言わなかったのに。職場の先輩に言われてさ、やっぱ男はこうだよな。は？それだけ？令和の時代に何言ってんのよ。うちの父でさえ家事やってたのに。時代なんか関係あるか。これこそ大黒柱のあるべき姿。わけわかんない。もっと早く知りたかったな。すげえ気分いいわ。お願いだから私の話も聞いて。ああ、うぜえおめ。それよりもうすぐ亭主様のお帰りだぞ。熱々の飯と晩酌の準備は済んだのか。三つ指ついて出迎えろ。私はミレイ、28歳。いわゆるフリーランスというやつで在宅で仕事をしています。旦那は居酒屋でアルバイトをしており世間知らず。付き合っている頃は羽振りも良くて、まさかバイトとは思いませんでした。どうやら義母にお小遣いをもらっていたようなのです。まあ思い合って結婚したんだし、お金は私も働いて何とかしようと思っていました。しかし LINE の通り、1ヶ月ほど前から急に亭主関白に目覚めてしまい、夫婦の絆や思いやりなど今となっては皆無。偉そうな態度と罵倒に私の気持ちも急激に冷めていき、いい加減うんざりです。もはや結婚している意味がわからず、離婚を考え始めていたそんな中、さらなる事件が起きるのです。翌日。お姉ちゃん久しぶり。最近どう？あらら、新婚ほやほやの幸せ自慢？もうそんなんじゃないよ。もう幸せだけどさ。はいはい、ごちそうさま。マヤが幸せなら私も嬉しいわ。お姉ちゃんは幸せじゃないの？いや、別に普通に幸せだよ。それ嘘でしょ。別に嘘なんかついてないよ。本当だって。お姉ちゃん嘘つくときやたら別にって連発するから。別にそんなこと。あ、ほらね、当たりでしょ。マヤにはかなわないな。もしかして旦那さんとうまくいってない？鋭いね。最近ついていけないとこあってさ。これ言っていいのか迷ったの。でもやっぱり黙ってられない。おせっかいかもしれないけど。何のこと？実はこの前、街で女の人と歩いてるお兄さんを見かけたの。え？ただの知り合いだと思いたかったけど、腕組んでて距離近いし、明らかに男女の仲だった。浮気ってこと？そんなこと思いもしなかったよ。信じられない。ショックだよね。ごめん。なんでマヤが謝るの？だって私が言ったせいで。でもお姉ちゃんが騙されてたら絶対に許せなくて。悩んでるならなおさら。ショックっていうか確かに驚いたけど、どっか冷静だな。とっさに写真撮っちゃった。送って。大丈夫？うん、ちゃんと確認したいし。わかった、送るね。ああ、ほんとだ。確実に黒だわ。話し合うの？もう無理かな。それ以前に限界だったし。離婚か。そうなるね。ねえ、ただ別れるだけなんて甘くない？え？私浮気って許せないの。もっとしっかり証拠揃えて追い詰めてやりたい。私だって許せないよ。お姉ちゃんが大丈夫そうだから言うけどさ、実は私後つけたの。買い物して女の家入ってったよ。浮気相手の名前も家もわかる。行動派。
頼れる妹のおかげで覚悟も決まった。腹くくったよ。いいじゃん。浮気以外にもいろいろあるしね。忙しくなるわ。その他のやつって何なの？話せば長くなるかも。電話しよう。全部聞くから私に手伝えること言って。何度も協力する。一週間後。どこに行きやがった？家に帰ったけど。亭主様を乗せずに帰るなんて嫁としてありえねえぞ。車から引きずり出されて殴られたのよ。それでもあの場にいろって言うの？あれは生意気な嫁へのしつけだ。それこそありえない。ああ痛い。冷やさなきゃ。懲りずに軽自動車で迎えに来るお前が悪い。わけわかんないんだけど。レクサス買って出直してきたら許してやるよ。俺様優しい。許してもらわなくて結構です。だいたい手取り8万じゃ刑も買えないね。はあ？何言ってんだよ。何言ってんだわてめえだろうが。いい加減にしろやこのボケ。さっさと離婚届書き上がれ。うマジ切れた。もう無理。あんたを養ってる時間も金も労力も全部無駄。養ってんの俺の方だろ。手取り8万の分際で本気でそれ思ってたの？国宝級のアホだわ。うるせえ。亭主様に盾つく気か。月8万も稼いでんだろうが。30歳男性の平均月収は約35万だけど。え、嘘。でも俺生活費2万も渡してるし。それっぽっちでどうしろって。家賃だけで7万なのに。え、それに食費、水道、光熱費、スマホ代、保険料、駐車場代、車の維持費、その他もろもろ。誰が出してると思ってんのよ。いや、わかんない。てか、そんなにかかんの？思考回路バグってらっしゃるのかしら。無能男が稼げないんだから私が出してたに決まってんじゃない。専業主婦で何もしてない奴がどうやって金出すんだよ。嘘ついてんじゃねえ。何回同じこと言わせるの？脳みそがタピオカサイズ？そんなアフォにはもう一度言っておくけど、私は在宅ワーカーでイラストレーターの仕事をしてるの。お絵かきごっこが金になるわけねえし。今の時代は得意分野を売り込んでうまくいけば仕事にできる。おかげさまでファンも増えたし、商品開発の依頼も来ててありがたいわ。まさかマジなのか？ずーっとそう言ってるでしょ。家でクソ亭主の関白ごっこに付き合いながら、それでもあんたより稼いでるんで。どれくらい？ばらつきはあるけど、ざっと月40万くらいかしら。あんたの5倍ね。俺も書く。甘く見ないで。そんな簡単な世界じゃないわよ。ここまでたくさん苦労して今があるの。苦労知らずのお花畑脳には理解が難しいかしらね。さっきから何なんだよその態度は。お前の方が給料高いからって見下してんのか？いいえ、金の問題だけなら私はあんたを支えるつもりでいた。でももうそんな価値ないわ。偉そうで横暴で関白気取りで、その上浮気だものね。え、妹のマヤが現場目撃したの。二人で徹底的に調べ上げたわ。ホテルへの出入りも証拠を押さえたし。は？プライバシーの侵害だろ。妻が夫の様子を確認しただけのこと。叩けば埃が出るかと思ったら、埃どころかゴミ屋敷レベルでウジ虫湧いてたわ。あ、相手の女性には昨日会ってきたから。え、いや待って、何言ってんの？夏木さん、可愛い方ね。あんたが既婚者だと知って私に泣いて謝ってたわ。結婚前提に付き合ってたっていうし、騙された彼女も辛いでしょうに。全部話したのか？当然でしょ。普段の私への態度も伝えたわよ。 LINE も見せたら彼女絶句しててすぐ別れるって。嘘だろ。そりゃ昨日から既読つかない。ブロックされたんでしょ。浮気の証拠となるものは全て私にくれたわよ。余計なことしやがって。まあいいわ。財産分与もらって他の女探すし、人生の再スタートだな。もらえるつもりでいるとはね。財産分与に関しては弁護士を通して協議するけど、あんたにはいくらもいかないと思って。ふざけんなよ。俺にはもらえる権利があるだろ。あんたの権利なんてカメムシの耳クソほどもないわ。
夫婦の収入割合とあんたがやった全てをその足りない脳みそフル稼働して考えてくれる？そんな。仕方ないから少しはあげる。本当か？いくらだ？ワンコインくらいかな。ひどい。おい、マジもらえねえのか？もらえるどころか慰謝料の支払いがあるわよ。夏希さんも慰謝料請求するらしいし。え、嘘だろ。無理だよ、払えない。知るか。それと殴られた件に関してはれっきとした傷害罪だから被害届出すわね。ミレイさん、これ以上はその謝るからさ、ほら殴った証拠もないよね。証拠ならドラレコの映像と別角度からマヤが撮っててくれた動画があるわよ。え？ひどい言動の証拠を残すつもりがまさかの暴力現場になるとはね。マヤがキレてて大変だったわ。病院で診断書も取るし、心置きなく警察に行ってね。待ってくれよ、浮気も謝るし、もっと頑張って稼ぐから。あのさ、手取り8万と知りながら離婚しなかったのは私がその分稼げばいいと思ったからなの。男だからとか女だからとか関係なく、足りないところを協力して補い合えればいいと思ってた。でもあなたは違ったね。違わない、愛してるよ、一緒にやり直そう。そんなのもう信じられるか。私を罵倒し見下して対等どころか家政婦扱い、その上他に女まで作られた。何の意味があってあなたとやり直すの？だって金なんて払えないんだ。結局はそれでしょ。私に支払う金惜しさと今後の生活のために離婚をごねてるだけ。あなたに情は1ミリも残ってないから遠慮なく請求するわ。頼む、許してくれ、お願いだよ。しつこい。泣き言なら弁護士に言って。君の大切さが今分かったんだ。俺だけじゃ無理だよ。泥沼人生の再スタートを祝福するわ。楽しんでね。待ってください、見捨てないで。後日談。その後私は証拠を持って被害届を提出。陽介は逮捕され実刑は免れましたが罰金刑となり前科持ちに。私と陽介の離婚も無事成立し、元夫には慰謝料と治療費の請求をしました。慰謝料は200万請求しましたが、奴はその金額にフリーズ。未知との遭遇だったのでしょうね。並んだゼロの数を何度も数え直してたそうですよ。また、やり手弁護士さんのおかげで、元夫には財産分与なしにできました。浮気相手だった夏希さんも、元夫に慰謝料請求をしたそうです。金額まではわかりませんが。今回の騒動により唯一の収入源だった居酒屋もクビになったとか、多額の支払いに追われて借金が増え続けていると聞きました。私はというと新しいマンションで心機一転気ままに暮らしています。仕事も順調で充実した毎日です。別には言いませんよ、嘘ではなく心から幸せです。週末はマヤと飲みに行ってきます。いろいろお世話になったし、好きなものおごってあげよっと。あなた助けて、お母さんにベランダに締め出されちゃったの。今度はベランダかよ。この間は風呂に3時間だったよな。笑い事じゃないわ、今日は気温も低いし薄着だから寒くてたまらないのよ。どうせまたお前が母さんを怒らせたんだろ。おでんの味付けが違うって突然お怒りになって。そりゃお前が悪いわ。謝ろうにも開けてもらえないの。もう1時間経つわ、あなたからも電話してくれない？やだよ、不機嫌な母さんとは喋るもんじゃないからな。じゃあすぐに帰ってきて鍵を開けて。それは無理だな、今から飲み会だし。邪魔して悪いとは思ってる、でも耐えられないの。母さんに締め出されたならベランダで寝ればいいだろ。そんなことできるわけないでしょ、気温何度だと思ってるのよ。じゃあ母さんに頼めよ、そこにいるんだろ。外から窓を叩いてたらうるさいって叱られて、カーテンを閉められて中の様子が見えないのよ。温かいおでんでも食ってんじゃないか。おでんなら全部捨てられたわ。相変わらずえげつねえな。もう同居は限界よ、私お母さんの気に入る嫁にはなれない。ふざけたこと言うなよ、俺の親だぞ。自分の親より大事にしろって何度も言ってるよな。大事にしてるわよ。でもこんなことばかりされたら私だって。母さんはお前の根性を叩き直してくれてるんだ、ありがたく受け入れろ。そして凍えながら反省しろよ。
私がどうなってもいいの？雪山に遭難した人だって無事に帰還してるだろう。人間寒いくらいじゃ簡単にくたばらないってことだ。お願いよ、今夜は冷えるって天気予報で言ってたの。朝までにお母さんのご機嫌が治らなかったらどうする気？さすがに明日になったらケロッとしてるだろ。朝まで耐えろっていうの？レッツチャレンジ。ふざけてないでちゃんと考えてよ。んなこと言ったって俺は大事な大事な飲み会があるんだから仕方ない。頑張れ。嘘でしょ、妻が凍えそうだっていうのに美味しいお酒が飲めるわけ？お前のことを考えて今夜は焼酎のお祝いにしてやるよ。もういい、あなたに頼んで私がバカだったわ。ま、終わったら帰るからそれまで耐え忍んでくれ。信じられない。じゃあ俺飲みに行くから。本当に帰ってきてくれないんだね。同僚待たせてるから行くわ。じゃあ。不幸中の幸いで昼間に取り込み忘れたシーツにくるまって義母の機嫌が治るのを待っていましたが、3時間が経過していました。私は冬美、35歳の主婦です。3年前に達也と結婚、最初は同居してなかったのですが、義父が他界したことにより母親一人では心配だからと夫が勝手に同居を決めたのが1年前のことです。義母は気性の激しい人で、気に入らない食事が出れば平気で流しに捨ててしまうし、私が入る前にお風呂のお湯を抜いたりと分かりやすくいびってくる人です。そんな同居生活に限界を感じていましたが、私の結婚を誰よりも喜んでくれた母に心配をかけたくないと我慢できるところまで頑張ろうと思い耐えてきました。でもさすがに今回は心が折れてしまいました。頼みの綱である夫がこんな調子では。寒さで限界を迎えた私はある行動に出ました。そうでもしないと自分の命を救えなかったのです。10分後。母さん、また嫁いびりしてんの？あの女、あんたにチクったの？外が寒いから俺に帰ってきて窓を開けろって言うんだよ。なんてわがままな女なの。さっさと離婚しなさい。おでん捨ててやったんだって？私は濃いめのが好きなのに、あのバカ嫁ったら、お母さんのことを考えて薄味にしましたなんて言うのよ。信じられる？母さんの味付け濃いもんな。今外に出してどのくらい？まだ1時間くらいよ。弱音を吐くには早すぎる。厳しいな。まあその調子で鍛えてやってくれよ。あんた今日は何時に帰るの？今日は飲み会なんだ、だから遅くなるよ。そりゃよかった、おでんも捨ててしまったし、冷蔵庫の中も空っぽだからあんたのご飯がないと心配してたのよ。外で美味しいおでんでも食ってくるから大丈夫。私もお腹空いた。あのバカ女のせいで今日はカップラーメンよ。遅くまで起きてるなら寿司でも買ってこようか。寝ちゃうかもしれないから気を使わなくていいわよ。あんた優しい子だね。どっかの嫁に爪の赤でもくれてやりな。俺は母さんを大事にしたいだけ。あの嫁さえいなければ同居生活も最高なんだけどね。このまま凍えていなくならないかしら。あれはあれで必要なんだからそんなこと言うなよ。無料の家政婦と思えば我慢はできるだろ。まあそうね、こき使えるだけこき使ってやる。じゃ母さんの気が済んだら開けてやってよ。さすがに警察だとは困るし。わかってる、私だって刑務所には入りたくないわよ。じゃあ行ってくるわ。飲みすぎないようにね。はーい。4時間後。まだ飲んでるの？どうして電話に出ないの？うるせえな、邪魔すんなよ。今キャバクラでいいとこなんだよ。今すぐ帰ってきて。無理。お母さん亡くなったよ。は？何言ってんの？事情は後で説明する。私もまだ病院なの。お前外に出されてたんだろ？ベランダからは出たわ。どうやって出たんだよ。そんなことは後で話すから。気になるだろ、言えよ。お母さんのことが心配じゃないの？どうせお前の嘘だろ。そんなに俺に早く帰ってきてほしいのかよ。気持ち悪い女だな。分かったわよ、順を追って話す。母さんが鍵を開けたのか？違う、本当に開けてくれなくて、このままじゃ命が危ないと思ったから警察と管理会社に連絡したの。大げさにすんなよ。母さんだって鬼じゃないんだぞ。そのうち開けるつもりだったんだよ。4時間も耐えたのよ。でもカーテンは閉められてて人影も見えないし、もう寝てしまったのかなと思ったの。そうなったら朝までベランダで過ごすことになるわ。耐えられるわけがない。
で、管理会社と警察に開けてもらったのが、迷惑かけやがって。警察の方がお母さんにお話があると言って寝室をノックしたけど、出てこなかったの。で、まさかと思ってトイレを見たら、そこで倒れてたのよ。は？本気で言ってるのか？そうよ、嘘じゃない。母さんは無事なんだよな。さっき言ったでしょ、亡くなられたの。そんな。事件性はないから何らかの病気だろうって。血圧も高かったから。冗談だろ、嘘と言ってくれよ。残念だけど。お前喜んでるんだろ。え？邪魔なババアがいなくなって心の中じゃ万歳してるんだろ。何言ってるの、そんなわけないじゃない。ひどいことされたけど、それとこれとは別よ。お前のせいだ。は？お前の怨念が母さんをそうさせたんだ。辛いのはわかる。私になすりつけて楽になりたいならそれでいい。ただ今すぐ帰ってきて。さっき延長したばっかなんだよ。は？延長って何のこと？キャバクラだよ。こんな時に何言ってるの？セット料金もったいないだろ。それに解剖は明日だし、今俺が行ったところでできることあるか？お別れはしなくていいの？だから明日でいいって。信じられない、お母さんがあまりにも不憫だわ。後のことは頼んだぞ。葬式とかめんどくさいことは俺無理だから。あなたは模試なのよ、しっかりしてよ。あー、時間がどんどん過ぎてもったいないわ。じゃあ後でな。葬儀社との打ち合わせもあるのよ、すぐに戻って。ねえ達也。2ヶ月後。49日ってやつも終わったし、そろそろキャバクラ解禁していいだろう。勝手にどうぞ。今日の晩飯何？何も作ってないけど。ちょうどよかったわ、飲みに行きたかったし。これから毎日作る予定はないから。おいおい、主婦が家事サボったらただの寄生虫だろうが。出て行きます。は？お母さんがいなくなってからこの2ヶ月間あなたを見ていて、とてもじゃないけど同じ人間とは思えなかった。どういう意味だよ、俺は人間の中でもレベルの高い人間だぞ。笑わせないで。まず葬儀の態度、もしなのに酔っ払ってヘラヘラして恥ずかしいったらなかった。明るく送り出してやりたかったんだ。それから遺産の件。それがどうした？お母さんがお金を全く残してないことを知った途端、クソババア呼ばわりして線香一本あげなくなった。畑は線香食って生きてんのか？あんなもん意味ねえんだよ。そして何よりベランダの件。私があんな状態でも助けてくれないような人とは長い人生やっていける気がしない。あんなのちょっとした嫁いびりだろ。どこの嫁だってやられてるわ。亡くなった人を悪くは言いたくないけれど、あなたたち親子本当にそっくりね。どういう意味だ？人に対する思いやりや感謝というものが全くない。人をバカにして道具のように扱っても罪悪感すら感じない。俺が道具扱いしてるのはお前だけだよ。会社での評価はいいんだからな。いいえ、人間性というものは必ず仕事に出るわ。いつかその化けの皮も剥がれる。専業主婦のお前に会社の何たるかが分かってたまるか。私だってもともとは社会人よ。出て行ってどうするんだよ。俺の飯は？洗濯は？掃除は？自分でするのね。いつ戻る予定だ？離婚するのよ。戻るわけないでしょ。離婚？冗談じゃない、そんなの認めないぞ。認めていただけないなら調停になるわね。そんなめんどくさいことできるか。じゃあ離婚届にサインして。するか。お前は一生俺の家政婦をやってりゃいいんだよ。女をバカにするのもいい加減にしなさい。誰に口聞いてんだ。過数浮気男よ。あ？給料から毎月謎に消える65,000円は何？え？気づいてないとでも思った？何のことだよ。浮気相手の家賃出すなんて随分とお稼ぎになってるのね。なんでそれを？愛人マンション203号室。まさか。足しげく通ってるわよね、残業のふりして。仕方ねえだろ、お前がブスなんだから。それが浮気の言い訳？あなたらしくて最低ね。少しでも若くて綺麗な女と遊びたいって思うのは男の本能なんだよ。そうですか。これからはこそこそせずに堂々とお遊びになってください。お前が節約して弁当作ったり光熱費抑えてるからあいつの家賃が出せるんだよ。これからどうすりゃいいんだよ。よくもまあ堂々と本音を言えるもんだわね。何不自由ない生活させてるだろ。あなたも言った通り、いただける生活費が少なくて節約の毎日だったわ。好きなもの一つ買えなかった。その裏で誰かさんの家賃を払ってるとも知らずにね。そのままでいいだろ、お前はそういうの向いてるんだから。
誰が好き好んでこんな貧乏くさい暮らしを送りたいと思うのよ。俺と別れて生きていけんのかよ。結婚前の職場がいつ戻ってきてくれてもいいって言ってくれてるの。お前に仕事なんか無理だ、家事だけやってろ。お断りよ。あなたから慰謝料をもらって新しく人生をやり直す。そんなもん払わんぞ。あっそう、時効まで3年あるわ。訴訟まで覚悟しておいてね。弁護士費用がいるからしっかり稼がなきゃ。絶対に逃がさないから。お前そんな女だったか。あなたの本性を見て、もう自分を偽るのをやめただけ。頼むから戻ってこい。毎日俺の飯を作れ。一つだけ教えてあげる。そんな誠意のない命令口調じゃ人の心は動かせないわよ。まあ今さら遅いけど。女とは別れる。だからお願いします、出て行かないでください。遅いって言ったでしょ。なんだと。俺の謝罪を返せ。あなたはそうでなくっちゃ、いい人に生まれ変わって幸せにでもなられたらたまったもんじゃないもの。じゃあね。どういう意味だよ、ちょっと説明しろ。後日談。その後離婚を徹底的にごねられたため調停になりました。調停員の前で嫁は家政婦発言を連発してくれたおかげで、調停員も私に同情してくれて、すんなりと離婚が認められました。達也と浮気相手の両方に慰謝料を請求し、総額で300万円ほど支払ってもらうことに。そのせいで揉めた2人は破局。達也は貯金もなかったので借金して払ってもらいました。浮気相手は会社の事務員だったらしく、噂はあっという間に広まり居心地が悪くなり2人とも退社。今は日雇いのバイトで食いつないでいるそうです。達也は毎食コンビニや出前を取っているようで、生活費ばかりがかかって家も 1K アパートに引っ越し、苦しい生活を送っているみたいですね。もうすぐ義母の一周忌。達也のことだから抱擁なんてしないんだろうなと思いつつ、そっと手だけは合わせました。お母さん、地獄の居心地はいかがですか？お姉さん、そろそろうちのお兄ちゃん返してくださいよ。突然何？突然じゃないんだけど、アコはずっと離婚するのを待ってたんだよ。まだ？離婚する予定なんてないんだけど。それは困る。どうして？お兄ちゃんがいないとうちが貧乏になっちゃうじゃない。お母さんもアコちゃんも働いてないの？働くわけないじゃん、パパの遺産で暮らしてる。じゃあ働いた方がいいよ、アコちゃん26歳だよね。今は働きたくない年頃なんです。そんなこと言ってたら生きていけないよ。わかってるよ、だからお兄ちゃん返してって言ってるんじゃん。もしかしてお姉さん話通じない人？ずいぶん喧嘩腰だね。私たちからお兄ちゃんを取った人だからね、そりゃ敵視するよ。ママだってあんたのことはよく思ってないから。それはなんとなく知ってるわ。でもソータとはうまくいっているし、離婚する理由がないもの。じゃあアコが離婚する理由作ってあげようか。どういうこと？お姉さんに会うような男性をアコが探してくるよ。いや、いらないから大丈夫。遠慮しないでよ、アコの男友達結構イケメンだよ。そういう問題じゃないから。正直お兄ちゃんとお姉さん全然釣り合ってないんだよね。そう？だってお姉さんの方が3つ年上でしょ。お兄ちゃん的には本当は年下のお嫁さんが欲しいと思うし。そんな話聞いたことないけど。そりゃ嫁本人には言えないでしょ。でももう結婚して3年経つし、今さら年とか関係ないんじゃない？そう思ってるのはお姉さんだけ。お兄ちゃんは3年間ずっとモヤモヤしてるかもよ。そんなこと言われてもね。お互いのために離婚した方がいいって。アコちゃんはただ働きたくなくて、ソータからお金をもらいたいだけでしょ。そうだけど、なんか悪い？アコちゃんもいい年なんだから、言葉遣いもそうだけど成長する努力をしてみたらどうかな。偉そうになんなの。お姉さんなんて33歳でしょ。ババアじゃん。アコちゃんから見たらババアなのかな、知らないけど。ババアだからお兄ちゃんと離婚したら次の相手がいないのはお察しするけど、こっちにもこっちの人生があるんだから。自分の人生は自分でどうにかしないよ。わかんない人だな。もういいわ、私が何とかする。
働く気になったの？なわけないでしょ。絶対にあんたとお兄ちゃんを離婚させてやるから覚悟しときなさい。そんなこと言ってないでハローワークにでも行ってね。アコちゃんはかなりの気分屋で、これまでもいろいろあったので今回の離婚要求騒動もすぐ収まるかと思って軽く考えていました。しかしそれは大きな間違いだったんです。私はリカ、33歳、主婦であり会社員です。夫のソータとは職場で知り合いました。後輩だったソータは結婚後転職をし、今では別々の仕事をしています。3年間特に何の問題もなく普通の夫婦をやれていたと思います。でも3年じゃ人の中身って意外とわからないものなんですね。いかに人が怖いかを私は身をもって体験することになるのです。数日後。お前よくもやってくれたな、この裏切り者。何？しらばっくれるなよ、浮気してたくせに。してないんだけど。もしかしてアコちゃん？そうだけど何？口封じしようとしたんだって。いや違うよ。違うならどうしてアコが言ったってわかるんだよ。アコちゃんが私たちを別れさせるために何かやるって言ってたから。アコはそんな子じゃない、俺の妹だぞ。そんなこと言われても。しかもお前他にも嫌がらせや犯罪行為までしてたんだってな。犯罪？あの子は何を言ったの？アコの金を盗んだだろ。犯罪者の嫁とかありえねえ。そんなことまででっち上げてるんだね。アコが嘘をつくわけないだろ。じゃあ私が嘘をついてるって言いたいの？当たり前だろ。もう3年も夫婦やってるのに私を信じてくれないんだ。アコとはもう26年間一緒にいるからな。妹と妻じゃ違うでしょ。ああ違う、こっちは血がつながってるんだ。翔太、シスコンなの？ちげえよ、ただ家族思いなだけだ。私も家族のはずなんだけどな。もう違う。え？お前とは離婚だ。はあ、まんまと妹にやられたか。10万をアコに返せ。私10万を盗んだことになってるの？いい加減認めろよ。盗んだって証拠ある？そんな大金持ち歩いてるわけないし、アコちゃんの口座も知らないから盗めるわけないと思うんだけど。アコ曰く公共料金の支払いのため10万を下ろしたらそのまま持っていかれたって言ってるぞ。それはいつの話？私ずっと家にいるよね。アコちゃんとも会ってないよ。そう言っておきながらブラブラ出かけてるんだろ。浮気相手ともそうやって会ってるんだ。妄想が過ぎるわ。窃盗で警察に通報してもいいんだぞ。マジか。浮気の慰謝料も計算して後で請求する。とりあえず10万はすぐ返せ。もともとアコちゃんもお母さんのことも苦手だったけど、ソータも同じ類の人だとはね。そりゃそうか。ぐちぐち言ってんじゃねえぞ。なんかもう呆れちゃった。3年一緒にいても人ってわからないもんだね。俺は実家に帰る。その家は解約するからさっさと出ていけよな。急だな。10万を1週間のうちに返さなかったら警察呼ぶから。もういいや、わかったよ。盗んだことは否定させてもらうけど、10万あげるからもう一生私に関わらないでくれる？それはこっちのセリフだ、バカ女。やった、こんなバカ男と離婚できて最高。てっきり悲しむかと思ったけどな。ある意味嬉しいわ。ソータにも不満があったしね。あ、そうかよ。実家に戻ってうまく生活できるといいわね。余計なお世話。じゃあ困っても連絡してこないでね。さよなら。頼まれても連絡しないっつうの。1年後。おいリカ、俺と再婚しないか？既読無視するなよ。もう連絡してこないでって言ったでしょ。もう1年経ったんだしいいじゃないか、時効だよ。何それ、今さら何の用なの？だから俺と再婚しろって。どうして？お前が必要だからだよ。あなた曰く私は犯罪者なんじゃなかったの？そんな人とどうしてまた結婚しようと思えたのかしら。すまなかった、アコが全部白状したんだよ。へえ。まさか俺の可愛い妹があんなえげつない嘘をつくなんて思わなかったからさ。言い訳されてもね。お前と離れてみて分かった、俺だけじゃ生活していけない。そりゃそうでしょうね。え？翔太って稼ぎが少ない上に散財するタイプじゃない？生きていけないと思ったわ。リカといる時は大丈夫だったんだよ。
それは私の収入もあったし、食費はかなり節約してたからね。そうだったのか。俺は何も知らずにお前に頼ってたんだな。そうね。実家に帰ったら、アコとおふくろが金をせびってきて大変なんだ。助けてくれよ。お金が欲しいからって頼られても。お金じゃない。リカに帰ってきて欲しいんだ。あ、そう。1年間も寂しい思いをさせてごめんな。これからは幸せにしてやるから。全然寂しい思いしてなかったから大丈夫だよ。素直になれよ。一人で苦しかっただろ。何言ってるの？私、もう再婚してるんだけど。は？物事を自分のいいように捉えるのもどうにかした方がいいね。相手はどこの誰だよ。職場の上司だけど。俺が知ってるやつ。里山さん。マジかよ。やっぱり浮気してたのか。まだそんなバカなこと言ってるの？里山さんはあなたと別れた後、元気のない私を慰めてくれて、そこから初めてお付き合いがスタートしたのよ。くそ、知らない男だったら殴り込みに行きたかったけど。里山さん相手じゃ無理よね。あの人筋肉ムキムキだからな。ってことで諦めてね。そんなこと言わないでくれ。俺がどうなってもいいのか。どうなるっていうの？アコもお袋も働こうって気持ちが全くないんだよ。父さんの遺産も尽きるし、これじゃマジで破産する。私には関係ないことじゃないの？俺たち家族だろ。もう違うから。アコにはきつく言っておくよ。今度からはリカを信じる。今度はないんだってば。私は今が幸せなの。里山さんと別れるかもしれないだろ。その幸せいつまで続くかわからないぞ。確かにいつまで続くかはわからないけど、今が幸せってだけで私は満足なの。それにあなたと関わると不幸になる。そんなことないだろ。俺との3年間幸せだっただろ。私との3年間より妹を取ったあんたに言われたくないのよ。それは話が違う。違くない。それに私に助けを求めても無駄よ。ことぶき退社したから収入ないし。あんないい仕事を辞めたのか。結構稼いでたんだろ。私が仕事を辞めてもいいぐらい里山さんは収入があるのよ。ソータは給料が少ないとかわがまま言ってすぐ転職してたけどね。俺にあの会社が合わなかっただけだ。はいはい。俺をバカにしやがって。ふざけんなよバカ女。仕事を辞めたって知ったら突然の暴言。ほんとクズね。うるせえんだよ。何の役にも立たないやつが。負け犬の遠吠え。お疲れ。クソが。いくら私に暴言ぶつけたってあなたの状況は変わらないから頑張ってね。なんなんだよ。なんて日だ。後日談。なんだかとてもスカッとしました。妹を選んだことを後悔させられたし、あの家族は本当に破産して路頭に迷うでしょうね。あのあとアコちゃんからもお金をせびるような LINE が届いて、本当同じ血が流れてるなと笑ってしまいました。もちろん返事もせず即ブロック。私は里山さんと結婚してなんだかしっくりきています。今までの生活は不満があっても口に出さず、これが幸せだと思い込んでいたけど、今は何かあれば夫と話し合い本音でぶつかれるいい夫婦です。この幸せがいつまでも続くといいな。食費毎月たったの20万って正気？夫婦二人ならそれで十分じゃないか。騙された。こんな貧乏人と結婚して後悔しかない。いきなりどうしたんだよ。私の友達毎月40万もらってるって。そりゃすごいな。負けたくない。今月から食費50万にして。じゃなきゃ出ていくから。え？給料100万くらいはあるんでしょ？まあそうだけど。だったらいいじゃない。でも50万は多すぎないか。家賃や光熱費や他の支払いだってあるのに。マウント取られたのよ。あいつよりもらって見返してやりたいの。食費で競ってどうするの？正信は何も分かってない。食費あげてくれるのあげないのどっちよ。50万円も食い切れないだろ。実際に食べるかどうか関係ないの。食費として毎月旦那からいくらもらえるかで女の価値が決まるのよ。よくわからないけどそういうもんなの？そうよ。でもそんなにあげちゃうと貯金もできなくなるよ。貯金なんてどうだっていい。あいつに負けてることが大問題なのよ。そんなことで張り合わなくてもいいと思うんだけどな。ったく、男はこれだからダメなのよ。女の世界は食うか食われるかなの。
今の食費で十分食べていけるし、これ以上増やす意味はないよ。じゃあ明日からもやしね。なんでそうなるの。もやし鍋にもやし炒め、もやしライスにもやしサラダ、デザートはもやしアイス。勘弁してよ。それが50万になればひき肉くらい足してやるわ。もやしはマストなの。あとバッグも買って。え、あの女シャネル持ってたの。50万したのとか言っちゃってさ、腹立って全身震えが止まらないわよ。シャネルのバッグなら君も持ってるだろ。あいつが持ってたのは新作、私が持ってるのは片落ちよ。そのうち買うから今は我慢しよう。マイホーム建てるために貯金頑張ろうって話したばかりじゃないか。マイホームで思い出した。あの女タワマンの30階に住んでるのよ。まさか30階より上のタワマンを買う。勘弁してよ。俺高所恐怖症なの知ってるだろ。絶対ダメ。あいつより高いとこに住んで見下してやるんだから。結婚生活は勝ち負けじゃないだろ。勝ち負けよ。自分たちが幸せならそれでいいと思わないか。全く思わない。頼むよ、タワマンは勘弁してくれ。じゃあバッグもタワマンも諦めるから、とりあえず食費だけあげて。マジで言ってるの。そんなことしたらマイホームが遠のくよ。家なんかどうでもいい。わかったよ、50万で足りる。いいの。もやしばっかりはきついからね。マサノブ最高。おいしいご飯頼むよ。任せて。翌月。今月の50万まだ。給料は今日出たばかりだ、まだ銀行も行ってない。この日は待ち遠しくて毎日頑張ってるんだから。何言ってんだよ、食費アップしたのに全然ご飯作らないじゃないか。米は毎日炊いているでしょ。俺は毎日惣菜を買ってその白米と食べてるんだぞ。惣菜屋のおばちゃんがおまけまでくれるようになったよ。昨日はもやし炒めもつけてあげたじゃない。肉も野菜も入ってない正真正銘のもやし炒めだったな。シンプルな方が美味しいのよ、素材の味を楽しんで。食費上げる前よりおかずが質素になってるじゃないか。素食な方が健康でいられるってテレビでやってたわよ。あなたのためを思ってのことなの。言い訳ばかりしないでくれよ。こんな食生活が健康にいいわけがないだろ。もっと栄養を取らせてくれ。心配しないで、私の栄養にはなってるから。は？君だけいいもの食べてるってこと？今日のランチは銀座のお寿司よ。お魚たっぷり食べて栄養を取ってきたわ。俺の栄養は？心配しないで、もやしも意外と栄養あるのよ。調べたから間違いない。マジかよ。そんなことよりお願いがあるの。何？冬のボーナス出たでしょ。うん。いくら出た？1000万くらい。よっしゃ、私に200万くらいくれない？旅行に行きたいの。誰と？例の女友達よ。あの負けたくない相手？そう。嫌いな相手と旅行に行くわけ？だってこれ見よがしに予約の取れない1泊50万の宿に誘ってきたのよ。どうせあんたはいけないでしょみたいな顔して。へえ。ここで断れば私は高級宿にも泊まれない貧乏主婦っていうレッテルを貼られるわ。ちなみにその友達ってどんなつながりなの？幼馴染で高校までずっと一緒だったかな子っていう子。そうなんだ。腐れ縁なのよ。そりゃあ負けられないね。いいよ、行っておいで。いいの？家なんか建てられなくても君の思うようにさせてあげたいと思うようになってさ。あなた優しい、大好き、愛してる。俺っていい夫かな？最高よ、私絶対にかなこより幸せだわ。ちなみに温泉ってどこ？鹿児島なの。ずいぶんと遠くまで行くんだね。最高の宿があるの、本当ならあなたと行きたかったわ。そうだね。じゃあお金の件よろしくね。これで心置きなく楽しめるわ。ゆっくり楽しんでおいで。私今夜は出かけるから。ご飯は？もやし茹でておくからポン酢で食べて。へえ。あ、ごまだれもあるよ。もうもやしは飽きたよ。1週間後。最高の宿だわ、絶景だしお湯も気持ちいい。あなたのおかげよ。ね、全部で700万でいいよ。何の話？君が俺に返すお金。いきなり何よ、私友達と旅行中なのよ。雰囲気ぶち壊すようなこと言わないでよ。友達じゃなくて彼氏との旅行でしょ。は？ちょっと半年も泳がせすぎたかな。どういうこと？君が食費を50万に上げてという少し前くらいかな、俺の同僚が街中で君を見かけたって言うんだよ。田中、何度か会ったことあるだろ。多分買い物でもしてたのよ。男と腕を組みながら。え、
最初は人違いだろって笑い飛ばしたよ。でも俺も見たんだ。嘘、あなた平日はオフィスから出ないわよね。前は完全内勤だったんだけど、プロジェクトチームに異動になってクライアントとの打ち合わせでよくホテルのカフェを利用するようになってね。そのホテルってエレガンスホテル別館。エレベーターから降りてくる君と彼氏を見たときは心臓が止まるかと思った。だったらなぜすぐに問い詰めなかったのよ。相手を特定できてなかったから。特定してどうする気なの。そりゃあ慰謝料をもらうに決まってるじゃないか。私にお金を渡し続けたのはどうしてなのよ。しばらく泳がせて尻尾をつかみやすくするように。まさかさっきの700万って。50万が半年分で300万、それに旅行の200万でしょ。それと浮気の慰謝料が200万。君が浮気に使ったお金は全部返してもらうよ。最低。後にだって請求するなんてずるい。そうかな、最低なのはそっちだと思うけど。黙ったのはそっちじゃない。君だよ。だってかなこちゃんっていう友達なんかこの世に存在しないのに俺を騙したじゃないか。誰に聞いたの。お母さん。そこまでする。するよ。なんで今なのよ。せっかく予約の取れない宿で楽しんでたっていうのに。だからだよ、最高の場所で最低の気分を味わってほしいからね。鬼だわ。どう計算しても俺の食費に使ってたお金は2、3万がいいところ、残りの47万は全部その男に消えてたんだな。違う、自分磨きとかいろいろあったの。大して磨けてないぞ。ひどい。無職の若い男の子を養うには数十万は必要だもんな。まさか彼を特定したの。秋山翔太君、いい男だね。彼にアパート借りてやって食費も面倒見て高級宿にも連れてって。そんなの自分の金でやれよ。だって私が働いたところでたかが十数万だし。架空の友達まででっち上げてお前の言うことなんかもう1ミリも信用できねえよ。わかった、彼とは別れる。あ、全て忘れてやり直すぞ。これだけのことされて忘れられると思う。翔太はペットみたいなものだったの。確かにお金もかかるし、もういいわ。お前はペットを平気で捨てるのか。あなたの元に戻ると言ってるんだからいいじゃない。素直に受け入れなさいよ。お断りだよ。もやしのこと怒ってるのね。明日からはちゃんと50万円分の食事を作るわ。シャトーブリアンにアワビに伊勢海老でどうかしら。俺がお前に食費を渡すことはもう二度とない。それどころかそっちが払う側だ。払うお金なんかないのにどうしろって言うのよ。借金でも仕事でも何でもやってもらう。愛した女にそんな苦労させて何とも思わないの。愛してないから思わないね。ひどい。お前の両親にも全部話した。お父さんは見たことないくらい激怒してたよ。なんで言うのよ。お父さんは古い考えの人だから女が浮気なんて絶対に許さない。古かろうが新しかろうがダメなもんはダメなんだよ。本当に私たち離婚するの。当然だ。今すぐ役所に届けを出したくてたまらないくらいだよ。許してって言ってるでしょ。たった一度の過ちじゃない、この分からずや。逆切れしてんじゃないよ。たった一度の過ちが人生を変えてしまうこともあるんだよ。よく覚えとけ。金払いが良くなった時点で何かがおかしいと気づくべきだった。まさか罠だったなんて。俺出世してまた収入アップすることになったわ。嘘。君から700万も払ってもらえるし、マンションでも買おうかな。戻りたい。あなたと一生暮らしたい。俺はもやし以外のおかずを作ってくれる女性を探すよ。もやしの件は謝るから私を許して。おかげでもやし嫌いになりそうだわ。荷物は実家に送っとくから二度と帰ってくんな。待ってよ、見せないで。後日だ。せっかくの50万の宿も無価値になるほどの気分を味わわせてやった僕ですが、まだまだ足りず、弁護士を通して遥の実家へ書類を送付しました。自分の娘の不始末ということで父親が立て替えてくれ、請求通り700万を払ってもらうことができました。その代わり遥は日中はスーパーのレジ打ちをし、夜はビルの清掃をしながら両親にお金を返済しているようです。相手の男は無職でしたが、こちらも実家を特定し請求。親が地主ということですぐに払っていただけましたが、彼自身は建設業の会社に就職させられ肉体労働の毎日だとか。僕は毎日仕事で忙しいですが、なるべく料理を作るようにしています。
最近もやしもやっと食べれるようになってきました。もやしのアレンジレシピがあればぜひ教えてください。お前のせいで婚約破棄されたんだぞ、責任を取れ。あんた美里の旦那だろ。そうですが、俺はあの女にたぶらかされたんだ。おかげでそれを本命の婚約者にバレて結婚がパーになったんだよ。ん？婚約者がいるのに美里と浮気してたってことですか？そうだ、美里が浮気していたことを今知りました。ショックですが教えてくれてありがとうございます。美里さえいなければ俺は本命の金持ちのお嬢様と結婚できたのに。でもそれってあなたと美里が悪くないですか？元をたどれば美里をしっかりとつなぎ止めてなかったあんたが悪いってことになるよな。はあ、どういう理屈です？美里が幸せに暮らしてれば俺とは出会わなかったし浮気もしなかった。妻の浮気だけでもショックなのに関係ないあなたの破談の罪までなすりつけられて混乱しかないんですけど。美里とは遊びだったんだよ。なのに婚約解消するなんてひどいと思わないか？いえ、婚約者さんの判断は妥当だと思います。このままじゃ俺の傷は癒えない。金で解決してやる。さっきからずっと何を言ってるんでしょうか。慰謝料さっさと払えよ。今なら3000万で許してやる。それ数字本当に合ってます？間違ってない、3000万だ。高すぎますよ。だいたい僕が払う理由がない。さっきから説明してるだろ。頭の悪いやつだな。一番言われたくない人に言われた。俺は婚約者の会社で働く予定だったから前の仕事も辞めてるんだ。金がないと生きていけないんだよ。わかるだろ？ダメだこの人、話にならない。なぜそれが僕に無関係だってことがわからないんでしょうか。1週間待ってやる。とりあえずは出せるだけでいいから金をかき集めてこい。1円も払えませんよ。払わないとどうなるか身をもって経験することになるぞ。脅すんですか？別に脅してはない。妻とも話をしないといけないし、とにかくあなたの相手をしている暇はないんです。美里にもよく言っとけ、俺にちょっかい出した責任を取れってな。その直後ユキアは自身の口座番号を送りつけてきました。変なやつに絡まれたもんです。頭悪すぎでしょ。僕はレン、29歳の会社員です。結婚2年目にしてこんなピンチを迎えるなんて。その晩妻と話し合いましたが、どうしても許せず離婚する方向で話がまとまりかけていました。夫婦仲は円満だと思っていたのでショックが大きすぎます。しかしそれを打ち消すほどの頭の悪さを露呈したユキアという男、自分が浮気しといて責任転嫁するとは何事でしょう。きっと怒りをぶつける場所がなく俺に当たっただけなのだろうと放っておくことにしたのですが、完全に油断してました。バカの思考回路を読み切れなかったせいで僕はとんでもない目に遭うのでした。1週間後。振り込みがないな。するわけないでしょ、考えればわかる話ですよ。そっちがそう出るならこっちにも考えがある。何をする気ですか？お前のことは美里から全部聞いて知ってるんだよ。会社も家も実家もな。美里もなんで言っちゃうかな。背後に十分気をつけた方がいい。また脅しましたね。浮気バレで家も仕事も失った。お前から金をもらうためにはこうする以外道がないんだよ。いい加減切り替えて新しい人生を歩んだらどうですか？説教はいらん。うちもあなたのせいで離婚になりそうですよ。お前らがどうなろうと知ったこっちゃない。これ以上は話しても無駄だ。もし僕に何かしたら警察に行きますから。心配するな、もうやった。は？実家に電話してみろ。実家って僕の？そうだ。なんであなたが知ってるんですか？美里に聞いた。あいつ何でも言うな。で実家に何したんですか？早く電話してみろよ。ちょっと待ってて。お前窓ガラスめがけて石を投げたのか？そう。しかし世の中には悪いことするやつがいるもんだな。お前しかいないだろ。なんてことしてくれたんだよ。母が一人で住んでるんだ、危ないだろ。お前のせいでこうなったんだ。通報するからな。俺がやったという証拠はない。こいつ次はどこの窓が割れるかな。早く金を払った方がいいぞ。ふざけるな、俺は真剣だよ。お前に人生壊されたんだからお前が責任取るのは当たり前だろ。よくわかったよ。やっとかよ。バカはほっとくに限ると思ってたがそうじゃなかったようだ。バカお前だ。待ってろ、
お前の納得するような結末をプレゼントしてやるよ。そりゃ楽しみだ。ま、3000万は我ながら言い過ぎたと思うから、1000万にしてやるよ。いくらでも構わんよ。今から母親の様子を見に行かなきゃならない。また改めて連絡する。待ってるぞ。3日後。待たせすぎじゃないか。準備ができたよ。お、そりゃよかった。さっさと振り込んでくれ。振り込むのはお前な。は？お前アホなのか。本気で俺から金が取れると思ってたわけ？当たり前だ。とりあえず病院行って頭の中見てもらってこい。警察はそれからだ。どっちも必要ねえよ。弁護士から内容証明が届いただろ。あれか、漢字ばっかりだから破って捨てた。そんなことしても無駄だ。控えは郵便局と弁護士も保管してあるからな。何の手紙だったんだよ。浮気の慰謝料だよ。は？美里と浮気してたんだろ。俺にはお前と美里の両方に請求する権利がある。そんなの聞いたことねえよ。無知もここまで来ると哀れとしか言いようがないな。ごちゃごちゃ言ってないで婚約破棄の慰謝料払え。それを払うのもお前だ。ほんとバカだな。俺は婚約破棄されたんだぞ。なんで俺が払うんだよ。婚約破棄の原因を作ったのがお前だからだ。そういうもんなのか。元婚約者も今頃は訴訟の準備中だと思うぞ。俺が訴えられるのか。そうだ。それはまずい。ってことはますますお前から金をもらわないと。なぜそうなるんだよ。妻の監督不行き届きってやつだ。お前の理屈で話を進めるな。いよいよ家賃が払えないんだ。さっさと金をよこせ。いいか、お前は俺と婚約者に対して慰謝料を払う。そして誰からもお金はもらえない。これが結末なんだよ。冗談じゃねえぞ。どんな優秀な弁護士に頼んでも俺からお金は取れない。いい加減諦めろ。なんでそれを早く言わないんだよ。最初から言ってるだろうが。どうしたらいいんだ。俺は金がない。働け。そして分割でもいいから払うんだ。いくら請求する気だよ。200万ってとこだな。は？婚約者の方はもっと高いかもしれない。結婚式のキャンセルとかあったならそれなりの額になるぞ。払えるわけがない。しかしなんでそんないい家柄のお嬢様がお前みたいなアホと結婚するつもりだったんだろうな。俺は抜群に顔がいいんだ。そして性格も頭もいい。女が惚れない理由がないんだよ。あ、そっすか。せめてお前の方は慰謝料だけでも割引け。それが人に物を頼む態度かよ。お前の責任だったことは認めるだろう。夫婦間で何があったとしても浮気していいことの理由にはならない。頼むよ。新しい女見つけたらそいつに払わせるからさ、少し負けといてくれよ。ほんとクズだなお前。天性の紐体質なんだ。金はいずれ手に入る。その前に警察行きだけどね。浮気は犯罪にはならないだろ。は？忘れたのか。俺の母に何をしたか。怪我なんかしてないだろ。じゃ罪にはならねえよ。ガラスを踏んで足の裏を4針も縫う怪我をした。それはお前の母親がおちょこちょいなだけだろ。それと器物損壊もだ。何それ。人のものを壊すと罪になるんだよ。はいはい、冗談やめろよ。窓ガラス1枚だけだぜ。枚数の問題じゃない。とはいえ俺の名前も住所も知らないだろ。通報しようがないよな。美里が全部吐いたよ。は？石からも指紋が出てるだろうし、お前のと照合すれば逃げられないぞ。石に指紋なんかつくか。お前は本当にアホだな。アホはお前だよ。技術は日々進歩してるんだ。石からも指紋が取れることがある。マジ？障害に住居侵入に器物損壊、まあまあの罪だな。さっさと自首した方がいいんじゃないか。通報はやめてくれ。石を投げられてすぐに警察は呼んだよ。美里がお前の住所を吐かなかったから犯人の特定が遅れただけだ。俺ってもしかして大ピンチ？やっと気づいたのかよ。お前は相当前からチェックメイトだ。どうしたらいいんだ。俺に相談するな。お前頭良さそうだし、なんか逃げ道とか知らないか。そんなものないし、あっても教えるか。頼むよ。俺みたいな温室育ちに刑務所は無理だ。お前さ、紐やってるって言ってたけど、他の女性にも結婚ちらつかせて貢がせたりしてた？当たり前だろ。女は結婚の二文字で簡単に金を出すんだぜ。お前はそんなことも知らないのか。また罪が増えた。今度はなんだよ。結婚詐欺だよ。詐欺なんかじゃない、紐だ。
女性たちが結婚を迫ったらどうしてたんだ。行方をくらますに決まってるだろ。被害届が出てるだろうな。なんで女を捨てただけで警察に行くんだよ。意味わかんねえだろ。もう俺には面倒見きれない。警察に教えてもらえ。あんた美里と離婚するんだよな。うん、そのつもりだ。ってことは美里は財産分与で金を手にするよな。財産分与は知ってるのかよ。美里に金貸してくれって頼んでくれないか。何言ってんの。ああそうだ、俺と一緒に逃げないかって聞いてみてくれ。ねえ頭大丈夫。俺にはやっぱり美里しかいないんだよ。俺が引き受けるから美里をやかせ。いくらでもくれてやるが美里は1円も手にできないぞ。え、財産分与の200万は浮気の慰謝料で消える。お前美里から200万も取るのかよ。当たり前だろ、それが浮気の代償だ。覚悟もないくせにやるから後で痛い目を見るんだよ。だったらさっきの話はなかったことにしてくれ。美里のこと諦める。最低なやつ。インターホンが鳴ったんだが出ろよ。俺ウーバーイーツは頼んでないぞ。もう分かってるんだろ、楽になれよ。おふくろさんも泣いてるぞ。やだ出たくない。誰が来たか分かってるんだろ。俺捕まるのか。むしろ今まで捕まってなかったことが不思議だけどね。お前にはひどいことも言ったが、これだけ LINE のやり取りをしたということは友達同然だよな。助けてくれ。俺にも友達くらい選ばせてくれよ。嫌なんだよ、警察だけは無理なんだ。早く出た方がいいぞ。家にいることは刑事さんに言ってあるから。この裏切り者め。じゃ頑張って償ってね。何もかもお前のせいだ、責任を取れ。まだ言うか。後日だ。その後ユキヤは家に来た警察官を突き飛ばし逃げ出そうとして公務執行妨害も加わり懲役3年が確定したそうです。結婚詐欺の被害者と被害額がかなり大きかったようです。後にも先にもあんなに話の通じない頭の悪いやつには出会わないと思います。一応慰謝料の請求もしましたが出所したらしっかり払ってもらえます。元婚約者からの請求に結婚詐欺の被害者からの請求も来ているでしょうから支払額はいくらになることやら。あんなアホなのに刑務所でやっていけるのか、敵ながらたまに心配になることがあります。僕は美里との離婚も成立しのんびり気ままに独身ライフを満喫しています。妻の浮気に気づかないほど美里のことを見ていなかった点を反省しつつ新しい人生を歩いていこうと思います。見合い相手をその場で奪ってごめん。彼金持ちの御曹司なんだってね。初めから奪うつもりでついてきたんでしょう。ああ分かっちゃった。何の魂胆もなくののかが私のお見合いについてくるなんてないと思った。だってお姉ちゃんのお見合い相手が金持ちだって聞いたから。だからって向こうだってすぐに乗ってきたじゃない。私が話をする暇もないくらいののかが話しかけるからでしょ。やっぱ私の方が美人だからだよ。私が横にいたらお姉ちゃんなんて引き立て役にしかならないし。人の見合いに来て自分の売り込みするなんてどういう神経してるの。向こうが私を選んだだけだよ。美人の妹がいてよかったね。お姉ちゃんにとっても自慢でしょ。ふざけないで。パパもママもどうしてお姉ちゃんなんかと金持ち御曹司を見合いなんてさせたのかな。最初から私に言ってくれればいいのに。ののかには彼氏がいるでしょ。タケルのこと。私一度しか会ってないけどいい子だと思ったよ。だってあいつ面白くないもん。それにどうせなら御曹司の方がいいもんね。人の価値はお金じゃないよ。それが一番じゃん。それに今日の見合い相手結構イケメンだったし、お姉ちゃんも本当は気に入ってたんでしょう。それは彼の顔にずっと見とれていたのは私気づいてたよ。でもお会いにくさま、彼はもう私のもの。ののかが気に入ったんならそれでいいけど、たけるくんはどうするの。たけるはもうお払い箱。金持ちだと思ってたのにケチくさいし、ただの貧乏男。何の価値もないわ。ひどいこと言うのね。本当のことだもん。それにしてもブスって惨めね。妹に2回も男取られてダッサ。それって私が大学の時の話。そうだよ。お姉ちゃんが初めてうちに連れて帰ってきた男だよ。私が迫ったら一発で陥落。あの時は私もショックだったわ。
そうそう、お姉ちゃんたらマジで落ち込んで面白かった。高校生の妹に男取られるなんて。私もまだまだ男性を見る目がなかったんだって思ったわ。でもつまんない男だったからすぐに捨ててやったけどね。そしたらお姉ちゃんが亀拾ってきて笑っちゃったよ。学校の帰り河川敷でたまたま見つけたのよ。あれって失恋のショックで川にでも飛び込もうと思って見つけたの？そんなわけないでしょ。どうだかね。でも男の代わりに亀って似合いすぎて笑いが止まらなかった。私にとってはこの家の中では唯一家族と言える存在よ。亀が家族って惨めすぎて同情するわ。ほっといてちょうだい。別にののかに世話を頼んだことはないでしょ。頼まれたってお断りだよ。誰が亀の世話なんて。で今度はどうするの？またすぐ捨てるの？彼のこと？そうだよ。今度は結婚するよ。だって御曹司なんだから。そうなのね。え、もしかして私が捨てたら拾おうとか思ってた？亀みたいに。そんなこと考えてないよ。お姉ちゃんは私が幸せな結婚するのを指をくわえて見ててよ。そうなるといいね。ふん、本当は悔しいくせに。でも仕方ないよ。イケメンの彼には美人の私の方がふさわしいよね。私はさなみ、28歳。実家で両親と妹と一緒に暮らしています。3歳下の妹は母親似の美人で、子供の頃から両親は妹ばかりを溺愛していました。そんな私の唯一の安らぎは、高校の時河川敷で弱っていたのを見つけて保護した亀の亀吉です。石亀という種類で、名前を呼ぶと寄ってきたりして本当に可愛いです。そんな私に両親がいきなり見合い話を持ってきました。いつも妹ばかりを優先している両親が私にお見合い話を持ってきたことに驚きましたが、私の将来も少しは考えていてくれたのかと嬉しい気持ちも湧きました。でもその話を聞きつけた妹が無理やりついてきて、相手を私から奪いました。それがまさかあんなことになるとは。1週間後。お姉ちゃん、私さ、明日彼とデートなんだ。ああ、そうなんだ。それでね、新しい服とかバッグが欲しいんだ。私の美貌をより引き立たせようと思って。それで？だからお姉ちゃんのキャッシュカードの暗証番号教えて。はい？今銀行にいるんだけどさ、キャッシュカードの暗証番号が私が思ってたのと違ってて、下ろせないんだよ。どういうこと？私のキャッシュカードを勝手に持ち出したってこと？ああ、そうだよ。なんで私のキャッシュカードをののかが持ってるの？それはお姉ちゃんの机の引き出しにあったからだよ。通帳を見てびっくり、800万も貯めてるなんて。中まで見たの？もちろん、たかが公務員のくせによく貯められたね。まあブスって着飾ってもしょうがないから貯めるしかないか。あなたに関係ないでしょ。でも気が利かないな。何がよ。印鑑、一緒に置いてなかった。当然でしょ。高校の時ののかに一度取られてるからね。ああ、覚えてたんだ。私がお年玉とか一生懸命貯めていたお金をあんたが勝手に下ろして使った。そんな昔のこともう時効だよ。それに姉妹なんだから、お姉ちゃんのものは私のもの。パパもママも何も言わなかったし。お父さんもお母さんも昔からののかのすることは笑って見てるだけだったからね。だから私は何をしても許されるってわけ。そんなわけないでしょ。とにかく暗証番号教えて。出ないとお金が引き出せない。教えるわけないじゃない。そんなこと言っていいのかな。どういうこと？亀吉は私が預かった。返してほしくば暗証番号を教えろ。え？あはは、邪魔。亀吉をどこかにやったってこと？そういうこと。何やってんの？すぐに戻しなさい。だから暗証番号。私欲しいブランドバッグあるんだ。やっぱ相手は金持ちの御曹司だから、それなりの格好していかないと釣り合い取れないでしょ。だからってそんなことしていいと思ってるの？もちろん。こんなにお金持っているんなら妹にちょっとくらいくれても罰は当たらないよ。でもタダでちょうだいなんて言ってもくれないでしょ。あなたって怖い。ほら、早く教えないと踏み潰すよ。今すぐ水槽に戻しなさい。だから暗証番号だってば。教えてくれたら戻す。
教えるから。約束だよ、嘘ついたら亀吉の未来はないからね。分かったわ。1ヶ月後。お姉ちゃん報告だよ。何？私結婚することになったよ。もしかしてあの見合い相手と？そうだよ。まだお見合いしてから1ヶ月しか経ってないのに。彼が一日も早く私と結婚したいって言うんだもん。きっと私ほどの美人を逃したくないのね。へえ、お父さんとお母さんはなんて言ってるの？もちろん賛成だよ。っていうかお姉ちゃん、なんでうち出ちゃったの？あんたに亀吉を人質に取られたからよ。あんたのことだからあれで味を占めて同じこと繰り返しそうだし。はあ、バレてたか。でも10万しか下ろせなかったじゃん。1日の引き出し限度額を10万に設定していたのよ。次の日行ったらあのキャッシュカードもう使えなくなってたし。止めるに決まってるでしょ。でなければののかに永遠に使われるじゃない。これで当分お小遣いに不自由しないと思ってたのに。おまけに亀吉はどっかに連れて行っちゃうからもう人質に取れなくて当てが外れたよ。当たり前じゃない。あんなにお金持っているんなら少しくらい私にくれてもいいじゃん、お姉ちゃんのくせに。ののかにあげるために私は働いているんじゃないの。まあいいけどね。私はもう御曹司と結婚するんだから、これからはお金使い放題だもんね。本当にそう思ってるんだ。なに、羨ましくって言葉もないって。しょうがないよ、ブスには縁のない話だから。そうはならないでしょうね。何言ってんの、やっぱ妬んでんの？彼犯罪者だよ。は？初めてお見合いの日に行ってみた時からどこかで見たことあるような気がしてたんだ。どういうこと？でも私の見ていた写真と雰囲気とか全然違ってたし自信なくて。何なの？写真って犯罪者って何？指名手配犯の写真。え？それで二課で内定してもらってたんだよ。何それ？そしたらあの男、詐欺で指名手配されている男に間違いなかった。だから最初に会った時あんなに彼の顔じっと見てたの？そうだよ。じゃあなんで最初からそう言わなかったのよ。だから自信なかったんだよ。間違いだったらすごく失礼な話だし、確信持てなきゃ滅多なことを口に出せないよ。だからって。これでも私は警察官だからね。それにあなた口軽いから変なこと言って警戒されて逃げられても困るし。そんな。お父さんとお母さんが私の職業を言わないでいてくれたおかげで警戒されずに済んだし。そりゃ不細工な上に職業が警察官だなんて聞いたら大抵の男は引くもんね。もともとパパもママもお姉ちゃんが警察官になるの大反対だったし。女の警察官は売れ残るに決まってるって勝手に決めつけてただけじゃない。お見合いの時も警察官なんて言ったら 100% を断られるから絶対に言うななんて。お父さんとお母さんはなんであんな男を連れてきたのよ。投資家という触れ込みでお父さんの会社に行ったみたいよ。金持ちのふりをしてね。じゃあ本当は？もちろんお金なんて持ってないでしょうね。お父さんたちに投資話を持って行って出させたお金を搾取する予定だったでしょうから。それがなんでお見合いになったのよ。私もちょっと調べて分かったんだけど、お父さんの会社危ないみたい。それこそ投資に失敗してね、今じゃ火の車。マジで？そこにあの男がやってきたので私と結婚させてあの男の財産の恩恵にも預かろうと思っていたんでしょうね。金持ちだと信じていたようだから。嘘でしょ。あの男も投資詐欺するより婿に入って会社乗っ取った方がお金になるとか思ったんじゃない？狐とタヌキの化かし合いみたいだね。そんなことって？だよね。お互いにありもしない相手のお金を当てにしていたんだから。それであの男は今頃捕まってるんじゃない？犯人だって特定されたから。じゃあ私の結婚話は？したければどうぞ、私は止めないよ。でも多分実刑になるでしょうから何年先になるかわからないけどね。そんな相手と結婚できるわけないでしょ。そりゃそうだ。どうすんのよ、私友達に御曹司と結婚するって言いふらしちゃったんだけど。そんなことを私に言われても知らないよ。
こうなったらお父さんとお母さんに責任取って本物の御曹司紹介してもらう。お父さんもお母さんもそんな余裕ないでしょ。当てにしていた婿が詐欺師だったなんて。そんな、あ、じゃあお姉ちゃんの貯金ちょうだい。あれでしばらく海外行く。どんな思考回路していたら私からお金もらえるなんて思うのかわからないわ。だってもともとはお姉ちゃんのお見合い相手じゃない。私が代わってあげたんだから、私のおかげでお姉ちゃんは騙されないで済んだんでしょ。頼んでないし、それに私は騙されたりしないわ。妹がかわいそうだと思わないの？全く思わない。家も出たし、私はもうあんたたち家族とは縁を切らせてもらうから。そんな、お姉様、かわいい妹を見捨てないで。私にかわいい妹なんて存在しない。それじゃあね。なあ、待って。後日談。両親は借金取りに追われて逃げ回っているらしいです。妹は御曹司と結婚できると思いカードで散財していたらしく、その支払いに追われているとか。それに両親がいなくなった今、住んでいたところの家賃も払えなくなり追い出されたようで、今はボロアパートで極貧生活をしているらしいです。元彼のタケル君も頼ったようですが、さすがに呆れて追い返されたようです。しかもそのタケル君は正真正銘金持ちの御曹司だったみたいで、今さら別れたことを後悔しているみたいですね。私は今亀吉と2人で平和に暮らしています。これからも人々の平和と正義を守るため頑張りたいと思います。ごめん、今日会いに行けなくなっちゃった。何かあった？具合悪くて。え、大丈夫？大丈夫じゃないかも。病院には行ったのか？まあね。なんかの病気？まだわからない。そうか。せっかく今日は1ヶ月に1回会える大切な日だったのに残念だな。体調が悪いなら仕方ないよ。今日は休んでくれ。うん。ごめんな、俺が大阪に単身赴任してるから寂しい思いさせてるよな。大丈夫だよ。たまに大阪に行くのが私の楽しみだったりするし。今回は俺が東京に行こうか。体心配だし。ううん、大丈夫。でもちょっとしたお願いがあるんだよね。何でも言って。100万用意してほしいの。え、100万も？もしかしたら私入院が必要かもしれないの。手術もするかもしれないし、今のうちに準備しておきたくて。そんなに深刻なのか？だと思う。病名はまだわからないんだよな。私の予想だと慢性腎不全とかじゃないかなって。確証があるのか？症状がそれっぽいの。吐き気がするし、トイレ近いし、いろいろ大変で。風邪とかじゃないんだもんな。お医者様は風邪じゃないって、お金が必要になるかもって言ってたの。お金はいくらでも払うけど、ミクが心配だ。やっぱり東京に行くよ。やめて、来ないで。どうして？私最近ご飯も食べられてなくて痩せてきちゃって、そんな弱々しい姿あなたに見られたくないのよ。先月会った時は元気そうだったのに。びっくりしちゃうよね。本当に行かない方がいいのか？心細かったりしないか？こうやって LINE してくれるだけで十分だよ。ありがとう。夫なのに何もできなくてごめん。お金さえ払ってくれたら大丈夫。100万だったよな。とりあえずミクの口座に送っておくよ。ありがとう。何かあったらすぐ病院に行って医者に相談してな。マサキは本当に心強いな。そんなことないよ。100万本当にもらっちゃって大丈夫？使わなかったら俺の口座に戻してもらうし大丈夫だよ。100万取ったらマサキの口座空っぽになる？そんなんじゃならないよ。さすが、貯金あるんだね。いくらあるのかな？どうして？念のため聞いておきたいの。夫婦なんだしいいでしょ。まあ2000万くらいは貯金してるけど。すごいや。ミクに不自由なく生活してもらうための資金だからな。ありがとう。また何かあったら連絡して。わかった。100万忘れないでね。俺はマサキ、36歳の会社員です。妻のミクとは1年前に結婚し、運悪く半年前から大阪へ転勤となり、現在単身赴任中です。そんな中ミクからのあの LINE、 最初は本当に心配しました。お金で妻が助かるならいくらでも出そう、そう思ってました。それからもミクの体調は良くならず、酸素吸引器まですることになったと写真付きで連絡が来て、それを見て俺は涙を流すと同時に
笑いが止まらなくなってしまったのです。その理由は続きを見ればわかります。数日後、私もうダメみたい。え？私ね、余命半年なんだって。医者がそう言ったのか？うん。結局病名は慢性腎不全だって？そう、末期なんだって。まさかこんなことになるなんて。本当だな。まさき、私と別れましょう。どうして？私のことは忘れて幸せになってほしいのよ。だからって離婚することはないだろう。しっかり見届けるよ。それは私が嫌なの。何か理由があるのか？見届けてもきっと私を忘れられなくなって、あなたはずっと一人になってしまう。そんなことないよ。え、そんなことないの？切り替え早いから大丈夫。いやいや、無理に振る舞わなくていいのよ。そんな気ないけど。とにかくね、あなたに迷惑はかけたくないし、離婚届出しておいて。まあ、ミクがそう言うならそうするよ。でも待って。何？その前にあなたにもう一度会いたいの。じゃあ俺が東京に行くよ。いや、私が大阪に行く。病気なんだろう。安静にしてろよ。もう一度大阪に行って太陽の塔でも見たいって思ったの。だから私が行くわ。そうか、好きにしてくれ。なんか淡白じゃない？いや、悲しくてさ。そうよね、私がいなくなるなんて寂しいわよね。はあ、ため息が出ちゃうほど辛いわよね。だからすぐに私を忘れてね。努力するよ。急だけど明日行ってもいい？まさきの家に一泊したい。俺の家に来たって何もないしつまらないよ。せっかくなら高級ホテルとかに連れて行ってやろうか？ううん、まさきの部屋がいいの。一番落ち着くんだもの。そうか、わかったよ。2日後。まさきが寝てる間に抜き出してきてごめんね。もう帰るのか？今新幹線。なんか直接お別れを言うのが耐えられなくて。そうだな。離婚届机の上に置いておいたからサインしてなるべく早く出してね。わかった。まさきはいつかは東京に戻ってくるの？しばらくは大阪だと思う。そっかそっか。どうしてそんなこと気にするんだ？なんとなくだよ。俺に東京に戻ってきてほしくないんだろう？別に私はどっちでもいいよ。半年後にはこの世にいないんだもん。なわけないだろ。きっとピンピンしてるよ。え？第二の人生頑張れ。何言ってるの？余命宣告されたって言ったでしょ？産婦人科で余命宣告、そんなの聞いたことないな。どういうこと？それはこっちのセリフなんだが、一体どういうことか聞かせてもらおうか。いや、何言ってるかわからないんだけど。まだしらばっくれるつもりか？全部バレてるんだけど、せめて自分の口から言えよ。知らないわよ。浮気相手がいて、その男の子供を妊娠してるんだろ？そんなわけないでしょ。お前さ、もっとやるならバレないようにしろよ。私は末期の腎不全で半年後にいなくなるのよ。末期の人があんな元気に大阪に来れるわけないだろ。それに腎不全なのに産婦人科っておかしいし。アホか。人アホじゃないし。酸素吸引器の写真を送ってきた時さ、俺涙が出るほど笑っちゃったよ。嘘のためにこんなものまで用意してかわいそうなやつだなって。嘘じゃないし。どう見てもおもちゃの吸引器だっただろう。おもちゃに見えるだけで本物よ。もう無理だって。私が産婦人科に行ってることどうして知ってるのよ。つけてたの？いや、俺はずっと大阪にいたよ。じゃあなんでバレるの？おかしいでしょ。ミクが SNS でありのままを全てツイートしてるのが悪いんじゃないのかな。え？普通鍵とかつけるだろう。私の裏垢知ってるの？慢性腎不全でリサーチしてみたら、夫騙してるなおみたいな垢出てきて、すぐミクだってわかったよ。まさきはツイッター見ない人かと思ってた。大阪に来てからやるようになったんだよ。じゃあ私の赤見て浮気して妊娠してその相手と結婚するってところまでもう知ってるの？説明どうも全部知ってるよ。そんな。ちなみにミクが持っていった俺のキャッシュカードすでにストップしてるから。は？え？じゃないよ、盗んだだろ銀行のカード。いや、俺の貯金知りたがってたもんな。うちに来たがるのも違和感あったし、ミクの行動をずっと見張ってたよ。このカード使えないの？使えないよ。盗難届も出してるし。私たちまだ夫婦よ。だから何？盗難とかじゃなくない？罪にならなくても俺が弁護士を雇ってミクを訴えれば
損害賠償請求できるぞ。ちょっと借りただけなの、大事にしないで。俺と離婚するつもりだったんだろ。それで最後にカードを持っていくって盗難じゃん。財産分与だよ。ほぼミクとの結婚前に貯金したものだけど。ちょっとくらいくれたっていいじゃない。赤ちゃん産むのも育てるのもお金が必要なのよ。そんなの知ったこっちゃないよ。むしろお金を請求するけどね。どういうこと？まさか慰謝料をご存じない？慰謝料は男が払うものでしょ。本気で言ってないよな。慰謝料を女が払うなんて聞いたことない。説明めんどくさいから調べてくれ。説明してくれなきゃわからないわよ。浮気相手の方にも請求するつもりだよ。二人してお金なくなっちゃうじゃない。赤ちゃんを育てるお金足りなくなる。ミクが俺を騙すようなことするからいけないんだろ。だってこうするしかないと思ったんだもん。うまくいけば貯金ももらえたし。最初から浮気していることを話して相談してくれたら俺だって騒がずに黙って離婚したよ。そうなの？単身赴任で寂しい思いさせたのは事実だからな。まさき優しい。私はあなたのそういうところを好きになったの。あ、そう。その優しさで私を助けてくれない？どう助ければいいの？慰謝料なんて請求しないで1000万だけ私にくれないかしら。赤ちゃんの将来もあるし。新しい旦那に頼めばいいだろ。うちの人お金ないのよ。もう浮気相手のことうちの人って言ってるんだな。なんだか気持ちが虚無だよ。嫉妬する気持ちはわかるけど。嫉妬？バカなこと言わないでくれ。もうミクに対して愛情なんてないよ。だからしっかり賠償請求するし。やめてよ、私お金ないんだけど。そんなの知らないよ。妻からお金を取るなんて薄情すぎるわ。さっき離婚届出したし赤の他人だ。謝るから今回は見逃して。子供が大きくなったら顔見せてあげるからさ。お前どうかしてるよ。今まで夫婦だったじゃない。こんな人と夫婦だったなんて俺もびっくらぽんだわ。それどういう意味？お前とは話す価値もないって意味。それじゃあな。いやいや待って、せめてカード使えるようにしてよ。後日だ。俺は容赦なく弁護士を雇い、慰謝料も損害賠償も請求。やれることをやりました。よくもまあ自分のために余命宣言されてるのだの嘘をついて騙してくれるよな。同じ人間とは思えません。そういえばネットにも慢性腎不全だと偽ってペイペイで乞食行為をしていた TikToker がいたんだとか。みんな同情に誘われてお金を払ってしまうんですかね。皆さんもこういう嘘つきには騙されないように気をつけていきましょう。ああ、もちろんミクには100万も返してもらいましたのでご安心ください。